年齢主義と家庭主義は教育学において教育制度上で対立する二つの主義である。この後には学年制度、入学制度の場面で使われる意味と義務教育制度の場面で使われる意味がある。学年制度、入学制度の意味での年齢主義と家庭主義は学校などにおいて学習者をどの学年に所属させるかやどのレベルのカリキュラムを与えるかや 入学志願者の入学を許可するかを決定する際の判断基準となる考え方のことを指す。この場合は年齢主義では学習者、入学志願者の年齢によって学年、学習内容、合否が決定され、家庭主義では学習者、入学志願者の学力や履修状況によって学年、学習内容、合否が決定される。通常は この意味で用いられるので、本記事では、主にこれについて詳述する。義務教育制度の意味での年齢主義と、家庭主義は、何をもって義務教育期間の開始と終了とみなすかを決定する、際の判断基準となる考え方のことを指す。この場合は、年齢主義では、一定の年齢に達したら義務教育期間は終了し、家庭主義では、一定の家庭を終了したら義務教育期間は、 終了する。これについては、教育行政学の範疇なので、義務教育の記事内で証実する。また、学年制度、入学制度の意味と義務教育制度の意味の両方において、年数主義という第三の用語が使われる。英語では、学年制度の意味の年齢主義に、英字、グレードシステム、または、ソーシャルプロモーションの語が当てられることもある。年齢主義は、 学習者の年齢によって、決まった学年、または学級に所属する形態である。このため、年齢主義の学校では、基本的には、同一学年には、同じ年齢の生徒だけが在籍しているが、同じ学年でも、生徒間の学力は大きく異なっている。基本的には、全くトラブルがなく良好な成績評価のまま、卒業まで至ることを理想状態としている制度である。 休学期間があっても、副学児は年齢相当学年に復帰する。途中で成績が低下しても、減給留置は行われずに年を追うごとに進級する。ただし、補修や特別支援学級への移籍などの能力、別教育が行われる場合もある。成績が良好な生徒に対しても飛び級は行われず、一学年ずつ進級する。ただし、拡充や、 才能開発コースへの移籍などの能力別教育が行われる場合もある。異種の制度からの転入生、編入生を除けば、減給留置も飛び級も存在しない形態である。日本においては、ある学年に低年齢で在籍できないという問題よりも、高年齢で在籍できないという問題を指す場合に、この用語が使われることが多い。家庭主義は、 学習者の学習段階によって、決まった学年、または学級に所属する形態である。このため、家庭主義の学校では、基本的には、同一学年には異年齢の生徒も所属するが、同じ学年の生徒間の学力は、年齢主義の場合ほどには異なっていない。標準的な生徒の場合は、年齢主義の学校と変わらない、進級の仕方をする。休学期間があった場合は、 副学時には、以前に在籍していた学年に戻る。成績が低下した時は、減給留置が行われて、同じ学年を再度履修する。成績が良好な生徒などに対して、飛び級をさせる場合もある。所属する家庭は、新級試験の成績などの純粋な学力によって、決められる場合もあるし、出席日数などの履修状況や、授業理解力などの知能水準によって決められる。 場合もある日本においては、飛び級が行われるという部分よりも、減級留置が行われるという部分を指す場合に、この用語が使われることが多い。多くの国の学校制度では、完全な年齢主義、または完全な家庭主義のどちらかであるわけではなく、片方の影響が強いという程度である。例えば、日本では、義務教育段階での多くの学校の考え方は、 年齢主義にかなり近いが、言及留置や、就学猶予も稀にあるので、家庭主義的な要素も存在する。逆に、高等学校では、制度上は家庭主義が原則であるが、多くの高校では最低年齢の生徒が多いため、実態として年齢主義的な要素も存在する。また義務教育段階で家庭主義を基本としている。 諸外国でも、研究留置が2回程度しか許可されなかったり、一般的な在学年齢との差が大きい人は、在学できなかったりする場合もあり、年齢主義的要素が存在しないわけではない。年齢主義と、家庭主義は相互に対立する概念だが、同様な対立する概念として、履修主義と習得主義がある。履修主義は、授業に出席していれば、 実際に学力が身についたかを問わずに進級、または単位取得をさせる考え方のことで、年数主義と類似した考え方であり、年齢主義ともある程度近い考え方である。習得主義は、実際に学力が身につかなければ、次の過程に進まない考え方であり、過程主義と類似した考え方である。ただし、この節の最後で口述するように必ずしも定義は、 確定していない。ただしどちらも家庭主義の一種と考えることもできる。習得主義は真の家庭主義であり、履修主義は年齢主義や年数主義に近い家庭主義である。学校の入学志願者に対して入学を許可するかどうかを決定する際の判断基準としても、年齢主義と家庭主義という用語が使われる。年齢主義の選抜制度の場合は、 志願者の学力や学歴に関係なく、一定年齢である場合に入学を許可する。年齢基準は加減のみの場合、上限のみの場合、両方ともにある場合が考えられる。家庭主義の選抜制度の場合は、志願者の年齢に関係なく、学力や学歴が基準を満たしている場合に入学を許可する。現実には、15歳以上、かつ、 入試問題で一定以上の点を取ることというように、年齢主義と家庭主義を併用する例も考えられる。前述した進級基準、入学基準の意味以外に、義務教育の開始時期と終了時期を決める際の基準としても、年齢主義と家庭主義という用語が使われる。年齢主義の義務教育制度では、義務教育終了年齢の時点で、どの学校のどの学年に所属していても、 義務教育期間が終了する。例えば、就学猶予をしたり、学齢期に飛び級、減給留置をしたりしても、義務教育終了の年齢は変動しない。家庭主義の義務教育制度では、定められた家庭を終了していなければ、何歳になっても義務教育期間が継続する。日本など、多くの国の義務教育制度では、年齢主義をとっている。多くの地域では、 国家の近代化に伴って義務教育修了基準は家庭主義での運用から年齢主義での運用に移り変わってきている。なお、この意味での年齢主義と家庭主義は新旧基準における年齢主義と家庭主義とは関係がない。例えば新旧基準について家庭主義をとっていることで有名なフランスでも義務教育修了基準は年齢主義であるし、 新旧制度がどちらの主義であるのかと義務教育制度がどちらの主義であるのかは特に関連性がないと言える。この意味の用法については義務教育を参照。日本においては年齢と学習段階のどちらを基準にして新旧すべきかという方面の教育制度については1947年の学生改革以来約60年間にわたり以前の習慣に習う意識が強く その改革や研究についてはあまり話題にならなかったため、各用語はあまり意味が整理されていない。そのため、年齢主義、年数主義、家庭主義、履修主義、習得主義という用語のうち、どの用語にどの意味を付与するかということは、それぞれの学者によって考え方が違うため、辞典などでさえも定義が統一されていない。例えば年齢主義と家庭主義を 新旧基準の意味で解説している時点もあるが、義務教育修了基準の意味で解説している時点もある。また、年齢主義と年数主義を同じ意味で使っている時点、履修主義と修得主義を同じ意味で使っている時点も存在する。なお本記事では、年齢主義、家庭主義については、記事全体では何を基準として、当該学年に所属させるかという新旧基準の意味で、 使用、解説し、何を基準として、義務教育機関の開始と終了とするかという義務、教育終了基準の意味でも、特記した上で、部分的に使用、解説している。また、年齢主義という言葉は、一定年齢にならなければ入学、進級できないという意味に使われる場合と、一定年齢になれば卒業、進級しなければならないという意味に使われる場合がある。 家庭主義という言葉も、一定の学力がなければ入学、進級できないという意味に使われる場合と、一定の学力があれば、早期卒業、飛び級できるという意味に使われる場合がある。このため、上記のようなことを細かく論ずる際には、年齢主義、家庭主義という言葉をそのまま用いるよりも、強制進級制や、進級試験制飛び級制度や、 最低年齢制限などの個別の用語を用いた方が理解しやすい場合もある。年齢主義と家庭主義とは別の概念として年数主義という用語を使用する場合もある。これは日本では年齢主義と同じ意味に用いられる場合も多いが在学年齢が何歳であっても飛び級や減級留置を行わずに進級し一定期間在学することという意味合いで、 大学期間を増減しないい考え方の意味に用いられるる場合もある例えば日本のように初等教育への就学年齢がほぼ一定である制度のもとでは年齢主義と年数主義はほぼ同じ意味となるが諸外国のように就学年齢をある程度自由に決められる制度のもとでは年数主義と年齢主義は違った意味合いを持つ例えば 小学校の修行年限が6年間と決められていて、実際に6年間で修了する場合でも、6歳の時に入学すれば12歳の時に卒業することになるし、8歳の時に入学すれば14歳の時に卒業することになる。このように、在学期間が同じであるが、在学年齢が違う場合は、年齢主義とは呼べないが年数主義とは呼べる。すなわち、言及留置。 飛び級を行わない制度であっても、修学年齢に違いがあれば同一学年同一年齢でなくなるため、年齢主義と呼ぶことは不適切になるのである。近年、文部科学省の中央教育審議会では、修学年齢の弾力化を検討する際に、これまで年齢主義と同義に扱ってきた年数主義の語に対して、上記のような新しい意味を付与するようにすることが提案されている。 上記の3用語を分ける考え方では、一般的には年数主義は家庭主義と年齢主義の中間に位置する考え方であるとされている。しかし、年齢主義と家庭主義は対立する考え方であるが、年齢主義と年数主義が並存する場合もあるし、家庭主義と年数主義が並存する場合もあるので、年数主義は必ずしもどちらかと対立する概念ではない。 年数主義は開発途上国に多い類型であると言われている。なぜならば開発途上国では貧困や義務教育制度の不完全さのため、就学時期にばらつきがあるためである。一方、義務教育終了基準の意味での年数主義は一定の学齢期に一定期間の就学義務があるという制度のことである。年齢主義の制度においては、 在学者の学習段階を考慮せずに一律に進級させることになるため、同じ年齢の生徒が同じ学年に所属し、同年齢集団を形作る。また、成績の良し悪しによって所属する学年が変わらないため、減給留置になったことによる敗北感、劣等感を与えないということもある。体力、社会経験などを考えると、小学校段階、あるいは、 中学校段階までは、同年齢集団での教育が望ましいとの考え方もある。同じ学年に学力が違う生徒が所属することによって起こる問題については、成績不良者に対する補修、成績優秀者に対する拡充、修熟度別学級編成、入学者選抜などの能力別教育を実施することによって緩和され、ある程度個人差にあった教育が可能である。 ただし逆に言えば、こういったフォローがしっかり行われないと、学業不審者を見捨てることになる制度でもある。しかしながら、年齢相当学年の学習内容と本人の学力の差が2学年程度であれば、上記のような能力別教育などで対応できるが、大幅に、年齢相当学年の学習内容と本人の学力相当の学習内容が異なる人の場合は、それも困難である。 また、すでに最高学年の相当年齢を過ぎた人に、至っては、入学すらできないことになる。学校教育は、若年者のみが享受するものではなく、生涯学習の重要性が叫ばれているが、高年齢を理由として入学が不能になると、若い頃学校教育が受けられなかった人はもはや、学校教育を受けることが不可能になるし、 一度学校に行ったものの学習成果がなかった人に対しても、やり直しのチャンスを与えないことになる。また、年齢主義の制度のもとでは、拡充、補修を行うかどうかに関わらず、学年が高くなるほど、生徒間の学力差が増大してしまうという問題があり、一定の課程を終了していなくても、自動的に学校を卒業することになるため、形式的卒業者が増え、 その学校を卒業したことによる一定の学力があるという社会的信用が失われる。また、習熟度にあった十分な教育が行われないと本人の基礎学力がなくても自動的に進級することになるため、学年が進むにつれてますます授業を理解できなくなり落ちこぼれを作ってしまうという問題がある。逆に成績が優れている生徒の場合は、 授業で教わることをすでに知っていたりして、浮きこぼれとなってしまう。また、年齢主義を取っていない学校や、外国の学校などの全くカリキュラムが違う学校で、過ごしてきた生徒が、点編入する際に、以前のカリキュラムと合わない学年に編入されて、しまうという問題がある。これは上学年に編入される場合、望まない飛び級と言われる。 家庭主義の制度においては、学力を基準として学習集団を作れるため、学級内の学力の水準は同質であり、授業が進めやすい。また、選択的不登校や身体療養などのための休学の後も、学年は自動的には進級していないため、自分の年齢に追われずにゆっとりを持って教育を受けられる。また、年度末生まれなどで発達がゆっくりしている児童でも、 修学猶予や低学年時の研究留置を行うことにより個人のペースに合った授業を受けられる。また、年齢主義制度で見られる補修授業や拡充授業を行う際の同年齢集団から同学力集団を抽出するという手間が存在しないため学校側にとって教育課程の運営がしやすい。またこれは副次的な効果であるが、異年齢学級では 学力的には糖質でも社会体験の異なる集団での学校生活となるため現実社会と同様な場を作れる。しかしながら学力のみを進級基準とした制度の下では成績が著しく悪い生徒は何度も減及留置をすることになりそういった生徒への適切な支援が難しい。また知的障害や学習障害など 学習面で障害がある生徒の場合、進級基準を尺子定義に適用すると何年経っても最低学年のままになるという問題が発生してしまう。こういった生徒に対しては特別支援学級や特別支援学校などの特別支援教育の場で教育するという配慮をすべきだと言われるが明らかに重度の障害の場合は所属先を迷わずに済んでも ボーダーライン上にある生徒の場合は、どこからどこまでが健常で、障害なのかを分けることが難しいため、普通学級で補修を受けながら、言及留置をするか、特別支援学級で特別支援教育を受けながら、進級するかを決める判断が難しい。実際、明治初期の日本の小学校では厳格な進級試験があったため、障害児は落第を繰り返すことになった。また、 低年齢で高い学年に飛び級できる制度のもとでは、低年齢で上学年、上級学校に行くのは、心身発達の面で生徒にとって好ましくないという説もある。体格が揃っていると体育の授業がしやすい、年齢主義と家庭主義のどちらが生徒にとって優しい制度であるのかについては、はっきりとした答えは出されていない。減給留置になることや同年齢平均者に対して、 学年が低いことを恥とみなす文化圏では年齢主義が歓迎され、そうでない文化圏では家庭主義が歓迎される傾向がある。例えば心理学者の河合早尾は1960年代のスイス在住時に現地の学校では低年齢でも言及留置が行われることに驚いて日本ではそういうことはないと誇りながら言ったら逆に現地の教員から日本の教育は 不親切だと言われたという話がある。また、どちらの方式が、生徒自身は他人との能力の差を気にしなくて、良いのかということも一概には言えない。年齢主義の場合は、自分の所属学年を見ただけでは、能力差を意識しにくいが、同学年の生徒間では、能力差が大きいため、日常的な学校生活では、他生徒との能力差を意識するシーンが多い。家庭主義の場合は、 自分の所属学年によって能力差を意識せざるを得ないが、同学年の生徒間の能力差はあまりないため、日常的な学校生活で能力差をあまり意識せずに済む。しかし、日本ではほとんどの小中学校が年齢主義を基本として運営されているという確一的な状態であるため、日本国内での両者の比較は難しいという問題がある。 もっとも、こういった比較は、学齢者の場合であって、学齢超過者の場合は、年齢主義の制度のもとでは、減給留置の弊害を議論する以前に入学すら、できないという大問題があるので、家庭主義、または、年数主義の制度でしか対応できないことになる。また、家庭主義制度の場合は、同年齢の平均よりも下の学年に在籍している。 ことが、能力的な劣等感を生むと言われるが、年齢主義制度であっても、完全に一律化された教育が行われているのでない。限り、学力によって個別に教育方法が変わるし、成績評価も変わる。すなわち、就塾度別学級で基礎クラスに在籍していたり、あるいは放課後に補修を受けたりする場合や、テストや通知表の評価が低かったりする場合でも、 学年の違いほどではないが、他の同年齢の生徒と違う、という劣等感の原因となるので、年齢主義制度だからといって、劣等感を生まないわけではない。家庭主義の制度のもとでは、新旧実期が来るたびに学力などによって、各生徒が振り分けられるが、年齢主義の制度のもとでは、クラス替えを行わなければ毎年同じクラスメートになる。このため、家庭主義では新旧実期の度に、 クラスのメンバーが変わるので、同級生と離れ離れになる体験を味わうというマイナス面が指摘される。しかし、逆に飛び級や減級留置をすることによって、新しい同級生と知り合える機会も2倍増える上、元の学年でいじめが存在した場合も加害者と離れられるので、必ずしもマイナス面ばかりではない。また、授業時間外で友人間の交流が容易な場合は、 離れ離れになることによる問題は緩和できる。また、クラスのうち、どのくらいの生徒が、飛び級、減級留置の対象となるかによっても、影響の度合いは変わり、クラスで2、3人程度しか、飛び級、減級留置をしないのであれば、新しいクラスには、前の同級生が、誰もいない可能性が高いが、クラスの数割が、飛び級、減級留置をするのであれば、 新しいクラスにも前の同級生がいる可能性が高くなる。また、糖質集団と異質集団のどちらが教育効果が高いかという観点も色々な論がある。家庭主義は学力的な糖質集団、社会的な異質集団を形作り、年齢主義はその逆である。一斉教授法のもとでは学力的な糖質集団の方がずっと授業がしやすい。しかし、 修熟度別学級編成には効果がないとする論者からは、共同学習や、友学び、友育ちという標語のもと、学力医出集団の方が、教育効果は高いという意見も出されている。しかし逆に、年齢階層が異なる社会的医出集団の方が、社会的な面の発達が促されるという意見もあり、どちらがより良い方法であるかは不明である。ただし、 年齢主義の制度でも、イベント時などに医学年生徒と触れ合うという形で、異年齢集団との交流を実現することも可能ではある。両者の中間にあたる年数主義の場合は、入学時期が適切であれば、家庭主義に見られる、言及留置の悪影響などもなく、年齢主義に見られる、発達段階に合わない授業もない。ただし、入学年齢が可変である以外は、 年齢主義と同様であるため、入学後の成績の変化などに対しては、対応できないという問題がある。こういった年齢主義、家庭主義、年数主義という考え方は、全教科、全科目を特定の学年や等級にところ属して学ぶという従来の学年制や等級制のシステムにおける考え方であるが、これ以外にも、グッドラットアンダーソンによって提唱された、無学年制や、 教科ごとに違う学年で学ぶという部分飛び級、部分研究留置の形を取ったシステムなど、新しい取り組みはいくつか存在する。ただし、決定的な改良案といえるものは存在しないようだ。前述のように、年齢主義を取る制度では、集団内に学力が異なる生徒が存在するという、問題はよく注目されるが、それと同様に集団内に、 社会性や体格などが異なる生徒も存在するということにも注目しなければならない。青年月日を基準とした年齢主義を押し通すことは、むしろ知能年齢や肉体年齢や社会性の発達段階などの、いわば発達年齢の差を生むことになってしまう。もっとも、家庭主義でも社会性や体格ではなく、学力に応じて学年が決まるため、この問題は、 家庭主義にすれば解決するわけではないが、年齢主義で運用したとしても、異質になるのは、学力だけではないということにも留意すべきである。そもそも心理学的には、平均的に見ると社会性と知能、学力は一緒に発達するものであり、学力が高い生徒は、知能や社会性も発達している例も多いため、むしろ家庭主義の方が、発達年齢が似通った生徒が集まる。 可能性もある。家庭主義の導入に対する懸念を持っている側からは、家庭主義を導入すれば、成績が悪いと、減給留置になってしまうので、学校生活が窮屈になるとの批判があるが、家庭主義は、必ずしも成績が悪ければ、強制的に、減給留置をすることになる制度を意味するわけではない。新旧基準の厳格化は、学力低下の対策として、万能ではなく、 本人が、言及留置に対して抵抗があるのに、成績不良を理由として強制的に、言及留置を行うと、学習意欲が減衰したり、不登校になったりするため、むしろ逆効果になることが予測できる。このため、公立小中学校であれば、成績不良であっても、強制的に、言及留置にすることは避けるべきだとされている。実際に、家庭主義をとっているフランスでも、 新級にあたっては本人や保護者の意見を聞くようになっている。また、研究留置は欠席のために授業を受けられなかった場合や外国からの帰国直後などで語学力が不足していた場合に限定すべきだと言われる。なぜなら、そういった理由があったために履修が困難だった場合は、研究留置後に十分な条件で授業を受けることによって対応できるが、一年間毎日出席して、 授業を受けているにもかかわらず、成績不良となった場合は、通常の授業では効果が薄かったことを意味するので、そういった生徒が全く同じ内容の授業を翌年に、もう一度受けたとしても、効果的に学力が身につくとは考えにくいからである。この観点からすれば、成績不良を理由とする、減給留置の効果は、薄いと考えられるので、学業不振の生徒に対しては、補修。 カウンセリング、特別支援教育の実施というように、個人に合った支援を検討するべきである。また、現行の減給留置制度は、1年を単位とする、学年制の下では失うものが大きいという欠点も、ある。例えば約1年休学した生徒であれば、減給留置になるのは迷わないが、半年間休学した生徒は、減給留置にするべきか。 補修を受けつつ進級すべきか迷うという問題がある。ただし、成績不良の生徒であっても、8歳頃までであれば、生まれ月、出生時体重、幼稚園、保育所終園の有無、家庭環境などで、個人差が大きいため、現時点での成績が悪くても時間を与えることで、個人差をカバーできると考えられるので、就学猶予と同様な考え方のもとに、減及留置によって、 発達を待つという考え方もある。なお、家庭主義の定義に対する混乱や知識不足から財政面について誤った見解が出される場合もある。例えば、義務教育費国庫負担制度がある国では、義務教育期間に減給留置が行われると教育税が1年分、余分に国庫から支出されてしまうため、減給留置の適用拡大は、 国家財政に負担を与えるという主張が時折見受けられる。しかしこの説は一定の家庭を終了するまで無償の義務教育機関が終了しないという制度を指している義務教育終了基準についての家庭主義によって義務教育制度が運営されている場合であれば減給留置が行われると義務教育機関が延長するので制告をいているのであるが一定の年齢に達するまで 無償の義務教育機関が終了しないという制度を指している義務教育終了基準についての年齢主義によって義務教育制度が運営されている場合には減給留置が行われても一定年齢で義務教育機関が終了するため的を置いていない説なのである。よって上記のような主張を根拠とした家庭主義の導入は国家財政に負担を強いるので反対であるという 意見は、義務教育終了基準についての家庭主義を導入しようとすることに対する批判なのであれば、当てはまるのであるが、学習者が一定の家庭を終了しなければ、学年を進級させないという制度を指している、進級基準についての家庭主義を導入しようとしていることに対する批判なのであれば、無関係なので、当てはまらない批判なのである。要するに、義務教育期間の終了基準が、 年齢主義で運用されていれば、学齢超過者の授業料は原則として自己負担となるので、減給留置が増加しても財政面での負担は増加しないのである。また、飛び級も可能とする家庭主義制度をとった場合は、たとえ義務教育期間の終了基準までも家庭主義に変更しても、減給留置と飛び級がほぼ同数であれば、財政面の負担は変わらないと考えられる。 下記のように、すべての教育方針が、年齢主義と家庭主義のどちらかに分類できるわけではなく、両方を部分的に併用している場合もある。なお、年齢の加減とは、学年の上限である。以上のように、実際の制度は、年齢主義あるいは、家庭主義の一言で言い表せるものではなく、細分化されている。また、ある学年は、基本的に、言及留置を行わず、 ある学年で厳しく落第させるといった学年ごとに方針が異なるという例もある。年齢主義も家庭主義も学校が現れてからの概念であるが必ずしも普遍的な義務教育制度が完成してからのものではない。古代より学校そのものは存在し一部の階層を対象に教育が行われていた。近代的な学校以前の教育施設は 制度も目的も対象者も様々であり、また、初等学校と高等学校との連携が取られていたわけではない。傾向的には、世代が下るにつれ初中等教育が年齢主義的になっている。これらは義務教育制度が発達し、児童労働の防止の観点から、就学義務が設けられるなどの数制と一致し、小学校は児童のための学校という認識が強まっていった。 また、徴兵制などのもとでは、知識レベルではなく体格レベルでまとめた方が、将来の兵士の養成に役立つため、学校もそういった形態になりやすい。例えばナチスドイツ期のヒトラー有言とや、日本の青年学校なども、徴兵制度などと密接な関わりがあった。学校と軍の関わりが強いと、国民の連成の観点からも、年齢主義は還元される。 学校知識習得のための場としてだけ見るならば、年齢主義は意味がないが、心身の発達に応じて、教育を施すことを目的とするのであれば、やはり同年齢教育に近い方が指導しやすい。この点は、学校外教育がどの程度充実しているかによっても異なり、例えば、ボーイスカウトなどの青少年の共同団体が一般的である社会とそうでない社会によっても異なる。 また、専業主婦が多かったり、大家族が多かったりする社会では、学校は純粋に知識の獲得のみの役割を担うことが容易である。しかし、生涯学習の理念に基づき、教育は若年期だけのものではないという考えから、各国で在学年齢の後半以下が進んでいる。これらは特に大学などで顕著で、欧米では様々な年齢の大学生が存在する。 また積極的に低年齢者を大学に入学させている国も存在するなど制度はあくまで二の次であり個人の特性を第一に考えている場合も多い。歴史的には近代的学校制度が整うまでに一般的であった年齢改定制の役割を学校が肩代わりしていくといった変化が見られる。当初は知識を得る場としての学校や私塾と同年齢集団である 青年団や若者組は明確に異なるものであったが、学校が同学年同年齢のシステムに近づいていくに伴い、学校が同年齢集団のバット化していった。特にこういった傾向は、日本のような1日の授業時間の長い学校制度で顕著である。また、年齢主義は、青年月日及び年齢を基準にするため、国民の青年月日を記録する制度がない国。 地域では正常に機能しない。現代でも青年月日を厳格に記録していない国、地域もあるため、この場合は精密な年齢主義は不可能である。こういったことから、年齢主義の普及には戸籍に青年月日を記録する制度の導入が前提条件となる。社会と政府の近代化に伴い、同年齢教育が実行可能になったと言えよう。また、 児童労働の防止を目的とした義務教育制度の発足により、特定年齢層の全員修学の必要性が高まったことも原因である。江戸時代は寺小屋で町民の指定を教育していたが、ここには年齢による学年は存在せず、師匠が生徒の進度に合わせて教育するという形態をとっていた。百六十八年の明治維新の影響で、百七十二年に、 学生が交付されて、近代的な学校制度が始まり、学齢児童の修学が行われた。学生下の加藤小学と上等小学では、等級生という半年間のレベル別学級に分けた、深度別編成が行われ、どちらの小学校も8等級あり修行年限は4年間であった。等級生の下では、月ごとの小試験、期末の中試験、学校末の大試験によって、 厳密な進級、卒業判定がなされた。当時のこの風景は今でも季語に残っており、大試験学年試験進級試験、卒業試験受験級大落第が春の季語となっている。また飛び級も可能であったため、進級試験の際に数段階進級した生徒もおり、例えば夏目漱石は2回の飛び級経験がある。また、 小学校入学年齢の加減は一応存在したが、厳密に守られていたわけではなく、寺田虎彦のように1年程度早期に入学する例もあった。当時の学校は同じ等級に属していても年齢はかなり隔たりがあった。一例を挙げれば、1877年の大分県の加藤小学第8級には2万2000人が在籍していたが、 在学年齢は3歳6ヶ月から19歳2ヶ月までであった。また、加藤小学第2級では540人が在籍していたが、年齢は8歳1ヶ月から18歳7ヶ月であった。このように、現代では幼稚園から大学に通っていてもおかしくない年齢層の人が同じ学級で学んでいたのである。もちろんながら、 中学校や専門学校ではさらに年齢はバラバラだった。このように実質的には年齢に縛られない明確な家庭主義に基づく制度であった。ただし学生では小学、中学については在学年齢が下限上限ともに明文化されており、制度上はかなり厳密な年齢主義のような形で書かれているが、実際にはこの規定は前期のように、 有名無実であり、教育歴以降は、年齢上限の規定は廃された。しかしながら、すぐに進級不可能な児童が、下級に蓄積されていく一方であり、教員数などの面で教育に困難をきたしてしまった。例えば、1875年の加藤小学では、最初級である第8級に在学している児童が65%で、第七級に在学している児童がントで、 あり、現在の1年生に相当する、この2つの等級の児童が82%と、飛躍的に多く、上の等級に上っていくにつれて、急激に減少している。このように、初級をずっと繰り返して4年間過ぎてしまうという例が、かなりあった。また、上等小学に至ってはわずか0.1%ほどであり、 これは1886年になっても0.8%でしかなく、ごくわずかの児童しか通えなかった。この原因としては、以下のものが挙げられる。開地学校内部。このような優美な学校はむしろ例外的であった。このように社会的に教育環境が整っていなかったため、一定の家庭を収めることを新級の前提とする方式では、破綻をきたしてしまったのである。 開智学校のような近代的建築で有名な学校は政府が特に力を入れたモデルスクールであり大部分の小学校は劣悪な環境であったこうした問題に対する対策として徐々に年齢主義も取り入れられるようになっていったまた落第を繰り返す児童のうち少なからぬものが障害児であったとされているがそういった児童に対する教育の場として1890年に 松本尋常小学校では落第生学級が設置された。1885年にはこれまで6ヶ月だった小学校の一等級の期間が1年に変更され、現在の学年に近い形となった。また、1891年には学年という概念が用いられるようになり、等級生から学年生に移り変わり始めた。そうして1900年の 第三次小学校令では、試験を、用振ることなく自動閉鎖の成績を、交差と定められ、反対意見もあったが、小学校における、自学年への進級試験や、卒業試験が廃止された。1925年になると、旧正中学校の入学者のうち大体13歳で、ある尋常小学校卒業者が50%を、上回り、 学年最高コール年齢差という形態に近づいていった。南韓中学校は老人が多かったが、そうでない学校は現役生が多かったため、そういった学校ほど学年内の年齢差は少なかった。ただし、入学時年齢には5歳程度の幅があり、卒業時年齢も20代後半や30代前半という例も見られる。また、市販学校においては、 一般入試よりも推薦入学の方が多かったため、旧正中学よりも年齢差は少なかったとされる。こうして次第に年齢主義的な運用に近づいていき、また実際に年齢差が縮小して行ったため、学校においても徴用の序が重んじられるようになり、年下の者が年上の者を追い越すことが不敬とされ、徐々に年齢階級的な意識も広まってきた。そのため、 この時代あたりから学年差による年功序列的な先輩・後輩関係が現れるようになったとされる。一方、飛び級については5年生中学校を4年修了した段階で上級学校に進学できるように収むなどである程度は認められていた。また、旧正高校においてはずっと年齢のばらつきが大きい状態が続いた。 明治30年代の学校制度では、修行年限は小学校6年、中学校5年、高等学校3年、大学3から4年であり、6歳から就学して、留年や飛び級や浪人をせずに進学していけば、23から24歳で大学を卒業することになるが、上級学校と下級学校の接続が円滑でなかったため、 進学の難易度が高く、平均的な大学卒業年齢は26から27歳であったと言われている。このように、むしろ現役進学者にあたる年齢層の方が少数派ですらあった。学校制度を扱う文献などには、戦前の学校系統図が掲載されていることがあるが、中には大学院段階まで年齢が付記されている場合がある。しかし、特に戦前は、 このように年齢的な集約性が低かったので、中等教育以降に年齢を復帰するのはむしろ、弊害がある。外国でも同様な図はあるが、高等教育以降に年齢を復帰していない例や、後期中等教育以降に年齢を復帰していない例も、ある。また、都の学校の部分に編みかけをするなどして、義務教育であると表示している例も見られるが、完全に、家庭主義の義務教育制度の場合は、 問題ないものの、年齢主義の義務教育制度の場合は、ずっと異なる年齢でその学校に在学していた場合に、現実と合致しない表記となってしまうため、問題がある。なお、戦前においては、制度上の年齢主義は、さほど強固ではなかったものの、法規によって入学年齢の加減が定められている例も多かった。例えば中学校、高等女学校はもに十二歳が加減であり、 高等中学校は17歳が加減であった。とはいえ、口述のようにわずかにそれより若い年齢での入学はあったようだ。なお、戦前、戦後とも放棄において年齢の加減が定められていない学校種は多いが、それでも下級学校の卒業を入学要件としているので実質的な加減はあるとみなせる。現代では学校種ごとの在学年齢の統計は一部を除いて、 取られておらず、学校基本調査でも特別支援学校と高校通信制課程にしか年齢回答欄がない。しかし戦前は比較的在学年齢の統計が充実しており、府県統計所では小学校の年齢項目は見当たらないものの、中学校などの入学、卒業時点の年齢については多くの県で掲載されている。 中学校の最低入学年齢はほぼ12歳で、稀に11歳代後半の例が見られる程度であるが、明治末期の私立中学校に27歳の入学者がいるなど、最高年齢はかなりばらつきがある。障害者向けの学校は、さらに幅広く、例えばある県の盲学校は、昭和初期の初頭部の第一学年入学時年齢は6歳から15歳。 中等部の入学時年齢は12歳から44歳と幅広く、また他県の老和学校の初等部も年齢的に幅広い。また、中学校などの落第、旧大の統計も取られており、落第者の比率は明治末期では中学校で1割程度、高等女学校ではわずかであり、昭和初期には低下が見られる。1945年の太平洋戦争の敗戦を、 受けて1947年に学生改革が行われた。これによって義務教育年限は9年間となり、年齢相当学年からの飛び級は禁止された。終戦からしばらくの間は、小中学校は基本的には年齢主義であるものの、貧困から学齢を過ぎて就学する人、学齢期でも周囲の児童より年齢が高い児童なども多く、欠席日数などによる、 言及留置などもあり、飛び級禁止になった以外は、家庭主義の要素も残った。しかし徐々に同一学年同一年齢になっていく。もっとも、小中学校における言及留置については、後述のように統計は存在しないので、数値的には判断不能であるが、時代を下るにつれて減ってきていると言われる。一方、 修学猶予と修学免除については、統計では1970年代を境として、著しく減少しているが、これは小学校入学者のうちの修学猶予経験者が激減したということを表しているわけではなく、1979年に養護学校が義務教育学校となり、重度障害児も全員入学できる制度になったことが大きく影響している。学生改革以来、 21世紀までに学校制度はほとんど変更されていない。更新一方、義務教育期間の終了基準については、学生発布当初から年齢主義と家庭主義の併用によって決定されていたため、一定の教育課程を終了していない場合は、学齢を超過するまでは、就学義務が存在した。例えば小学校令では、 尋常小学校の教科を終了をしたる時をもって、修学の周期とす。となっており、学齢期は6歳から14歳までの8年間であった。このように当時は義務教育期と学齢期が違う概念だった。この家庭主義は、1941年の国民学校令によって、満14歳に達ししたる日除くする学年の終わりまでとされて、 完全な年齢主義に転換するまで続いた。以後、現在に至るまで義務教育期間の終了基準は年齢主義である。これについては義務教育の記事で詳述する。なお、戦時中は徴兵の観点から男子に対しての定時制義務教育として青年学校制度が制定された。これも同年齢層に対する教育が前提であった。なお、 戦前は出生届に医師の証明書が必須ではなかったため、恣意的に戸籍上の青年月日を操作することも可能であったなど、戦後生まれでも大島武信の,のように学校入学時期を早めるために青年月日を偽った例もある。よく学校は地域、特育体育の場であると言われるが、学校が同年齢集団となる場合、 地域の場としての性格が薄れていく傾向が見られる。前日の通り、江戸時代においては寺子屋などの私塾が読み書きソロ版の習得の場であった。機内では男性の識字率がかなり高く、これは寺子屋の貢献が大きいと言われる。明治時代に学校制度が施行されてからも、しばらくの間は、小学校は新旧試験のある家庭主義で運営され、 それまでの寺小屋に代わる日常生活のための敷地の場であり、また立身出世のための学問の場でもあった。しかし軍国化が進むに伴い、地域よりも軍役に耐える国民を作り出すための体育が重視され始め、国民学校制度の頃にはほぼ年齢主義となった。戦後も、この影響は払拭できず、ほとんどの小中学校は、同学年イコール同年齢の集団に対する、 教育の場と位置づけられた。年齢主義を徹底すると、学年は能力に応じて所属する教育の場ではなく、同年齢者の集合する場となるため、様々な個別化教育を行わないと能力に合った教育が難しくなる。しかしながら、日本では諸外国のように個人の能力差に応じた教育があまり行われなかったため、学習指導要領が簡素化されてからは、 学校で十分に進学のための知識を習得することは難しくなり学習塾が人気を呼ぶこととなった。進学志向の強い生徒や家庭は公立の小中学校では高校受験や大学受験に適した学力を身につけることは困難だと判断し学習塾や予備校や学習参考書や通信教育を利用し独学傾向が強まっていった。また、 長期欠席生徒が進学を目指す場合もそうならざるを得ない。こうなると小中学校は学力を身につける場という性格が薄れていき、通熟率の高い地域においては、学校は社会教育の場、塾は受験勉強をする場という住み分けすらなされている。一方、私立学校においては、地域重視の教育をするところもあり、必ずしも学校離れが起きているわけではない。 このように、江戸時代における地域の場は寺小屋などの私塾であったが、明治時代にはそれが小学校になり、高度経済成長期以降には再び学習塾や予備校などの学校外教育機関に戻るという変遷をたどっている。現代では学校以外にも学びの場所は多いため、相対的に学校の魅力や必要性が低下している。こういった状況は、 塾の費用を負担できない階層や教育に対する意識が少ない階層にしわ寄せが行くため学力格差、教育格差や学力低下としてよく批判される。しかし、日本ではすでに識字率が高止まりし、それ以上の学校地があまり社会で役に立たないという共通認識も強いためあまり深刻には受け止められていない。ただ、中学校までもが幼稚園と同じように、 同年齢教育の場になっているため、学習者の年齢によっては、学校教育が受けられず、独学や学習塾などに頼るしかないという本末転倒な状況は依然として存在する。日本の学校教育は、法制度における規定と実際の運用が異なっている場合や、教育者の目標と生徒親の行動が異なっている場合がかなり存在する。 これは特に在学年齢について著しいため、初学者にとっては非常に理解しづらい。そのため、まずは制度と実態が大きく乖離していると認識することが実態を理解する上での近道である。現代の日本では以下のように就学前の教育施設及び児童福祉施設と前期中等教育までの学校と後期中等教育以上の学校で大きく年齢主義と 家庭主義の運用方法が分かれる。法律上は在学年齢に上限があるのはグループ1のみでグループ2以上は上限がないとされているが実態はそれほど単純ではなく年齢によってかなり縛りがあるということが重要である。日本の中学校教室集団体育ただし中学校の夜間学級通信教育課程のようにグループ2に所属しながら実態は グループ3のものとなっているという場合や、特別支援学校の小学部、中学部などのように、グループ2に所属しながら、グループ3の特徴も合わせ持っているという場合もあり、必ずしも全ての学校で明確な区切りがあるわけではない。グループ1のうちの修学前教育を行う施設は、法制度上も年齢主義での運用となっており、実態も年齢主義での運用となっている。このため、 所属するのは幼児のみである。グループ2の小学校、中学校などでは、基本的には年齢主義をとっており、複式学級を除けば、ある学年に所属する児童生徒は、ほとんどが同一年齢である。制度上は、減給留置など家庭主義的な運用も可能であるが、実際には、成績不良、長期欠席でもほとんど進級、卒業をさせており、 生徒が今の学年に留まりたいと希望し、かつ保護者がこれに同意してもほぼ強制的に進級させられるケースもある。この理由としては、年齢主義で運営してきた長年の習慣があることと、学校教育法で義務教育期間の終了を年齢基準としていることが挙げられる。ただし、必ずしも公直的な年齢主義のみで運営されているわけではなく、言及留置や、 修学猶予は解無ではない。一方、年齢相当学年を超える飛び級については、一律禁止となっている。公立学校では、学年内能力別教育はあまり存在しない。日本では4月1日時点で、満6歳から満14歳である人に対し、学齢期という呼び方がなされ、日本国民にとっては、学齢期は義務教育期と同等となっている。また、 通常は、初中等教育が学齢教育期の教育を行っているため、グループ2の学校は学齢期の児童生徒がほとんどを占めている。学齢は、在学年齢の加減を定めるものであるが、上限を定めるものではないため、学齢未満のものの在学は不可能だが、学齢超過のものの在学は可能である。初中等教育の学校に在学している。 学齢超過者は0.49%程度であり、かなり少数派である。グループ3の高等学校、大学などでは、基本的には、家庭主義をとっており、出席日数、成績が不良の場合は進級、卒業できないが、高校においては、年齢主義的な要素もある。また、近年では、高校2年から、すぐ大学に入学できる飛び入学や、大学の早期卒業、 大学院への飛び入学などの制度が行われ、始めており、年数主義も弱まり始めているが、やはり大幅な年限短縮は不可能であるため、年数主義が強いと言える。これらの学校では、生徒学生が何歳で在学しているかよりも、何年間在学しているかの方が重要であるため、年齢主義の色彩は薄いが、家庭主義であるとともに、年数主義であると言える。高等学校における、 言給留置は年間0.6%程度であり、諸外国と比較すると少ない。これは年数主義かつ履修主義であると言える。また19歳以上の生徒も少ないため、ある程度年齢主義であるとも言える。大学における留年は、国立大学が10から20%、私立大学が5から10%程度であり、諸外国と比較すると少ないものの、 ある程度家庭主義的になっている。より詳細な情報は、日本における学校ごとの現状を参照。日本において、年齢と入学できる学校の関係は、以下の一覧の通りとなっている。以下の2の学校では3の学校に入れる年齢である。人の新入学、転入学、編入学、在学などが、極めて少なく、また3の学校でも4の学校に入れる年齢である。 人の新入学、転入学、編入学、在学などが少ない。大学、大学院では飛び入学、早期卒業があるため、表の年齢よりも低い年齢での所属があり得るが、それ以外の学校種においては、表内の年齢加減は厳格である。また大学校は、独自に様々な年齢制限を設けている。より詳しい表は、学校制度を参照。日本では、 学校の報告による正確な在学年齢統計が存在しないため、本人、または家族の申告による国勢調査の不正確なデータを参考として利用せざるを得ない。ここで掲載するのは2000年9月30日時点の国勢調査をもとにした統計である。回答は自己申告のため不正確ではない可能性がある。 また表示されている年齢は9月30日時点の年齢であるため、学年基準と一致しないため、特に低年齢生徒と高年齢生徒の境界部分が分かりにくくなっている。そのため、出生日による調整として、便宜的に境界年齢の上の側の1歳分の人数の半分相当の人数を加算した数値も併記し、円グラフではその部分を色分けしている。 他にも高等専門学校と短大など複数の学校種がまとめて統計されているため、この国勢調査の在学年齢統計はさほど精密な統計ではないとみなすべきである。ここで算出しているのは小学校、中学校とその同等学校については16歳以上の児童生徒または学齢超過児童生徒かどうかの統計であり、 高等学校とその同等学校については19歳以上の生徒または3年生高等学校の卒業可能最低年齢超過生徒かどうかの統計である。また、この統計では大難学年に所属しているかが不明であるため、減給留置や就学猶予などによって学年相当年齢よりも高年齢となった学齢卒業可能最低年齢以下の 高年齢児童生徒を把握できない。よって、高年齢児童生徒は、この統計の数字よりも、かなり多く存在すると考えるべきである。2000年の国勢調査を見ると、小学校、中学校などではかなり年齢的な集約性がある、ことがわかる。高校などにおいても、その傾向は見られる。多数派の年齢より高い年齢の在学者もある、程度見られるが、実際には、 入学や在学などには様々な困難が付きまとう。一方、大学などにおいては、卒業可能最低年齢を超えている学生は少数派ではあるものの、ある程度多く存在する。口述のように、統計上は大部分の学校種で、年齢主義は年代を追うごとに緩和しているという結果が出ている。しかし、高等教育段階も含め普遍的に、 そういう傾向が生まれているとは限らず、そういった年齢多様性が高い学校あるいは家庭の中においてのみの減少にとどまっている可能性も否定できない。それは日本の企業社会の間には依然として年功序列性や新卒一括採用などが根強く残っていることも主な原因の一つである。最新の国勢調査は2010年であり、 在学年齢に関わる部分は2012年頃の公表が予定されている。国勢調査は5年に1回だが、小規模調査では学校の統計は取らないため、2005年調査にはこのデータはない。ウェブ上には1980年以降のものしか掲載されておらず、1970年以前のデータは存在するものの図書館などに行かなければ入手できないため、過失していない。 国勢調査初中等教育小中学生数は小学校と中学校と盲学校、老学校、養護学校の小学部、中学部の児童生徒についての統計である。小学校、小学部と中学校、中学部は一緒に統計されているため分離できない。高校生数は高等学校と盲学校、老学校、 養護学校の高等部の生徒についての統計である。高等専門学校は入っていない。専修学校も入っていないとも思えるが不明である。特定年齢以上の小中高生の比率の年代ごとの記録数値算出の詳細は客中を参照のこと。なお、国勢調査では小学校と中学校が分離されずに集計されているため、中学校分のみを算出するには、 推計に頼るしかない。これらの過去のデータから見ると、中学校、中学部の16歳以上の児童生徒の比率は20年間で2.2倍に、高校、高等部の19歳以上の生徒の比率は1.7倍に、増えている傾向がわかる。高校は1990年以降の伸びが大きい。この統計からは、小中学校において、減給留置が増えているのか、高年齢入学が増えて、 いるのかはわからない。90年代から不登校生徒が急増し、長期欠席を理由とする、研給留置はあまり見られなくなってきたとの説明がよく、聞かれるが、実際の統計上は高年齢生徒が増加していることがわかる。ただし中学校においては、2クラスに1人の割合でしか、学齢超過者が存在しないという結果であり、年齢的な多様性は極めて低い。 学齢上下の生徒といえば、夜間中学校に通っているというイメージもあるが、夜間中学校の生徒数は2000年当時は約3000人であるため、94%以上は全日制の中学校、中学部の生徒であることがわかる。また特別支援学校の在籍者も少ない。中学校、中学部について出生日による調整をして20歳以上の児童生徒を推計すると、 13827人よりやや多く存在することになる。同様にして30歳以上の児童生徒を推計すると1582人よりやや多く存在することになる。なお16歳の小中学生と全小中学生の比較では80年は0.060%、九十年はーセント、零零はーセントと伸びは ストップしており、90年以降の伸びは17歳以上の高生者が多いことがわかる。19歳の高校生の比率については、3つの回ともあまり変わりはない。後期中等教育以上、高等専門学校生、短期大学生、専門学校生数は、高等専門学校と短期大学と専門学校の学生についての統計である。大学生、大学院生数は、 4年生以上の大学と大学院の学生についての統計である。これらの過去のデータから見ると、高等専門学校、短大、専門学校の21歳以上の学生の比率は、この20年間で1.5倍に増えているが、大学、大学院生の23歳以上の学生の比率は1.2倍にしか増えていないことがわかる。高等専門学校、短大、 専門学校の場合は1990年に落ち込んでいるが理由は不明である。大学、大学院の23歳以上の人の比率については大学の総数が増え入学難易度が落ちたことから浪人をせずに入学する人が多くなっているのが増加を抑えている一因であると考えられる。25歳以上の人の比率については大学院重点化による大学院制の増加と 障害学習の機運の高まりによる、高年齢大学生数の増加が影響し、ある程度増加していると考えられる。国勢調査以外の統計・素習学率と、準習学率の比率により、その国の学校教育の年齢的な集中度を、表すことができる。日本の初等教育の荒修学率は100.41%、準習学率は99.91%であり、 制度計画上の否定年齢範囲であるものは99.5%である。中等教育の荒修学率は101.59%、純修学率は99.9%であり、制度計画上の否定年齢範囲であるものは98.33%である。この否定年齢範囲率は世界各国の中でも極めて高い。 他国のデータについては諸外国における歴史と現状を参照。学校基本調査では、高校入学者のうち、可年度中学校卒業者の数の統計がある。また、高、私立高等学校における中途退学者数等の状況調査においては、高校の減給留置者数の統計がある。また、修学猶予者の統計も存在する。これらは、学校の年齢状況を、 直接的に表すものではないが、中学卒業時期、高校在学時期、小学校就学の式は年齢的な加減があるため、これらの統計によって高年齢在籍者の数を押し量れる。また、通信制高等学校や特別支援学校の生徒の年齢についても簡単な統計がある。なお、日本国内の外国人学校やインターナショナルスクールは、 学校基本調査のこれらの項目の対象外であるため結果的に日本式の学校の実態に近い数値となる。また学校基本調査では大学においては入学年齢や在学年齢のデータはないが高校卒業何年度経ってからの入学かについてのデータがある。大学院については入学年齢のデータがある。また 大学の最低在学年限超過者についてもデータがある。統計の地域差国勢調査のデータは都道府県別のものもあるため地域による差がわかる。この表のように16歳以上の小中学生については最高の東京都が0.62%最低の香川県が0.27%と2倍強の差である。このことは私立学校が集中している地域でもそうでない。 地域でも大きな差はないことを意味し、公立学校にある程度学齢超過者が在籍していることも示す。一方19歳以上の高校生については、最高の東京都が5.24%、最低の山形県が1.70%と3倍強の差であり、小中学生より地域差は大きめである。なお、かつて高校受験浪人が多いとされた県は、現在では、 特に高年齢生徒が多いわけではなく、この数値には現れていない。小中学生、高校生とも全域より人口集中地区、また群部より支部が高年齢生徒が多い傾向があり、このことが都市部の多い都道府県の方が数値が高いという結果に結びついている可能性がある。国勢調査では全体的に新しい年度ほど高年齢生徒の 割合が多くなっているが、沖縄県は例外的な傾向を持つ。2000年度の統計では全国平均とあまり差がないが、1990年度、1980年度の統計では全国平均よりも高年齢制度の割合が目に見えて高い。沖縄県では1975年3月の中卒者のうち高校受験老人が18.2%と多く、 日本平均が1.6%なので10倍以上の差があった。その後、徐々に本土のレベルに近づいていき、現在ではこの状況はあまり見られなくなっているものの、現在でも沖縄県の高校入学者の可燃度成立は他県よりかなり高い。小学校、中学校、高等学校、高等専門学校においては、学校教育法施行規則により、 各学年の家庭の修了または卒業を認めるにあたっては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならないとされており、年齢や在学期間によって、自動的に進級するとされているわけではないため、法律上は家庭主義をとっている。この平祖の成績というのが何を表しているのかは、諸説あるが、試験の成績ではないことから、進級試験や終了。 卒業試験を行ってその成績で決定するのではなく、日常の試験の成績や出席日数なども含めたものだとされている。現在の一般的な公立小中学校では、学力試験の結果や通知表の評価よりも、主に出席日数を基準として解釈されている。このため、成績不良でも出席日数が十分である場合は進級できる場合が多く、 また1990年代頃からは、不登校生徒の増加に伴い、フリースクールの出席も、学校出席とみなすという規定が適用され、それによって進級できることが多くなっている。さらに近年は、こういった施設を利用していなくても進級できる例も、増え始め、出席日数ゼロでも進級する取り扱いをする場合も多くなっている。このように、家庭主義であっても、 ほとんど出席日数のみで進級を決定する場合は、習得主義ではなく、履修主義での運営と言えるため、年齢主義、年数主義と類似した運営となる。こういった学習段階を考慮せずに、自動的に進級させる制度は、ところ転式進級とも呼ばれる。ただし、私立中学では口実するように学力的な成績も考慮される場合も多い。一方、高校。 高等専門学校においては、単位取得が進級、卒業の必要条件となるため、出席日数が十分であっても、単位認定に不合格となると進級できないため、小中学校よりも家庭主義の考え方が強いと言える。特に公立の小学校、中学校、中等教育学校前期課程では、年齢相当学年という考え方が強く、浸透している。これは、 年齢主義で運営されている学校においては重要な概念であり、生徒の年齢によって所属することになる学年のことを表している。例えば下記の表のように、4月1日の時点で13歳で、ある人の年齢相当学年は中学校2年生、または中等教育学校2年生である。年齢主義の学校では、年齢相当学年に在籍している人の年齢が、 その学年の標準年齢であると言える。小は小学校の略、中は中学校、中等教育学校の略。法律上、年齢相当学年よりも高い学年に在籍することは不可能であるため、標準年齢の生徒は飛び級をすることは不可能である。一方、年齢相当学年よりも低い学年に在籍することは可能であるため、標準年齢以上の生徒は、 研究留置をすることが可能であるが、こういった例は年齢主義の強い学校においてはかなり少数派である。すなわち、年齢相当学年に在学する生徒は、標準年齢かつ、法律上その学年に所属可能な最低年齢で、あるが、最高年齢ではないということである。しかし、各学校や教育委員会の方針が年齢主義に基づいている場合、 最高年齢であると事実上決められている例も多い。なお、法律上は、在学年齢には明文化された上限はないため、最高年齢は存在しないことになる。この用語は、教育法上の正式な用語ではなく、最低年齢を規定する以外の法的な根拠は、薄いが、実態として、年齢主義の学校ではそういった概念が生まれるため、あくまで便宜的にであるが、 文部科学省などでも広く使っている言葉である。一方、特別支援学校の小学部、中学部においても、年齢相当学年の縛りはあるが、上記ほどではなく、高年齢の在学者も多めである。また中学校の夜会学級、通信教育課程は、例外的に学齢超過者のみを対象としているため、年齢相当学年の考え方は一切存在せず、また、 上記の表に当てはまらない。日本の学校では、時々、異年齢教育という言葉が使われることがある。これは数歳ほどの差のある生徒を集めた学習集団を構成し、相互に刺激を与えようとするなどの目論みから行われる場合が多い。ただし、日本の多くの学校は厳格な年齢主義であるため、同じ学年内には異年齢の生徒がいない場合も、多く、異年齢教育のためには、 他の学年の生徒を混ぜなければ、そもそも異年齢学習集団すら作れない状況にある。このため、一般的な日本の学校で言われる異年齢教育とは異学年教育に他ならない。例えば中等教育学校のメリットとして年齢差の大きい生徒同士が同じ学校にいることで相互に良い作用をもたらすという点が主張されているが、これは日本の中等教育の学校における 学年内の同年齢度が高いため、中学校や高校は学年が3年間のみなので学校内では2歳差しかないが、中等教育学校は学年が6年間あるので5歳差があるからである。このように、異年齢と異学年の区別がつきにくいため、異年齢であるために生じる効果なのか、異学年であるために生じる効果なのかは、実質的に分離する意味を持たない。 年齢的な統一度が高い学校において、年長の生徒が他の生徒に年長であることを知られるかどうかについては、ケースによって異なる。数歳以上の差がある場合、外見によって当然知られることもあるし、以前の学校の同窓生が共に在学をしている場合、その人の話によって知られることもある。基本的には、確実に秘密にすることが可能なシステムではない。しかし、 日本的な同年齢社会に馴染んだ生徒の場合、あえて自分の年齢を隠す例も聞かれる。年齢を隠せば、外見からは異年齢だと気づかれない場合、せいぜい3歳程度の差であることが多いはずだが、その程度の年齢差であっても、年齢主義の強い学校社会では気にする人が一定数存在する。しかし、こういった行為により、他の生徒がその生徒が年長であることを知らないままに、 なり、うちの学年はみんな同年齢だったと、後々まで考えるようになってしまい、学年イコール年齢という観念をさらに強化させてしまいかねない。しかし、青年月日は個人情報であるという観念からすると、同級生に対して秘密にするのは、道義的におかしなことではなく、個人の自由である。年齢主義の場合、通常は学習者の青年月日によって、 入学や進級を判断する。これは戸籍、または住民票、外国人登録証明書の記述が元になるが、詐称が全く不可能なわけではない。公立の小中学校では、住民票を元にした学齢簿によって、修学事務が行われているため、通常の場合は、年齢詐称は不可能である。外国人の場合は、その本国の証明資料によって、 該当証の青年月日が記載されるため、本国の資料の信頼度によって青年月日の正確さが変わる。公立高校の入学時には、住民票や該当証の現簿が要求される場合があり、そういった書類を寄贈しない限り年齢差症は無理である。ただし、現役生の場合は、住民票などが不要という場合もあるため、この場合には在籍している私立中学校で、 すでに年齢が偽られていればそのまま証明書を提出することなく高校に入学できる。また、基本的に私立の学校においては住民票などの公的書類を提出させない場合もあり、詐称に対する対策があまり厳密ではない。ただ、スポーツ競技の場合には公平な競争ができなくなるなどの実害があるが、学校教育の上では実害は少ないため、 あまり厳重さは求められていない。中学校の外国人生徒は約2万3000人であり、中学校の学齢聴過生徒の約半分しか存在しない。しかし外国人生徒についてはメディアで取り上げられるなど、ある程度配慮がなされたりする。しかし学齢聴過者については、ロビーストがないためか、あまり配慮がなされず、そういった生徒が世の中に存在しないかのような、 表現がまかり通っている。また、小中学校の学齢超過者の多くは外国人ではないかという推測がなされやすいが、実際は大部分が外国人ではない。上記の約2万3000人という数値は、小中学校の学齢超過者の半数以上は外国人生徒ではないということを裏付ける。もちろん外国人生徒の中でも学齢超過者は一部に過ぎないから、 学齢超過者の大部分は日本国籍がある生徒だと考えられる。学校給食においても年齢主義に裏打ちされた制度が見られる。多くの自治体では小学校や中学校の給食に対してすべて同じ分量で支給するのではなく、学年や学校種によって支給量を変えている。例えば小学校は低学年、中学年、高学年と三段階に分け、 中学校は小学校高学年よりさらに量を増やすといった形で食事の量を調整している。食事は学力に応じて必要量が変わるものではなく明らかに体格に応じて必要量が変わるものであるため学年ではなく年齢に応じて支給すべきものであるが実際には人年齢に関わらず学年によって支給量が変わる。なお教員用の給食は 児童生徒用と別の分量のものが用意されている場合が多い。現在、日本の小中学校は年齢主義が強すぎるため様々な面で弊害が生じている。落ちこぼれといわれる学業不審者や浮きこぼれといわれる成績優秀者に対する抜本的な対策の必要性が主張されている。前述したように年齢主義の学校制度では 落ちこぼれや、浮きこぼれを生まないためには、修熟度別学級の編成や、補修や個別指導などの能力別教育の必要性が高いが、公立の小中学校では今まであまりそういった取り組みが行われてこなかった。現在は、授業についていける生徒は小学校で7割、中学校で5割、高校で3割であるという753現象が指摘されているが、 こういった落ちこぼれ問題などは、画一的な年齢主義の弊害が原因だとして、家庭主義、習得主義に対しても、再評価を求められている。授業を理解しにくい状態で無理に進級すれば、ますます理解できなくなるため、学年内能力別教育によっても、目標水準に到達できない、健常生徒に対しては、減給留置の適用を拡大するべきだとも言われている。一方、 浮きこぼれについても大きな問題となっている。通塾率の増加、学習指導要領の簡素化などで、同一年齢の生徒でも大きく知識力に差があるようになってきている。また、講師観点学の際、カリキュラムがあまりに違うと浮きこぼれが生じやすい。大学の早期卒業、大学、大学院の飛び入学など、高等教育以上では対策が始まっているが、 初中等教育では飛び級による対策は皆無である。また不登校児童生徒が13万人を超えたが、不登校経験者が復学する場合に対する教育の場の保障の観点から、年齢に固執しない学校が求められている。現状では、生徒が1年休学しても、学校側は進級後の学年への復帰を促している。また学齢期の不登校生徒に対しては、 各方面から学校復帰の働きかけがあるが、学齢を超過すると今までとは打って変わって学校復帰を望んでも困難となってしまうという年齢によって正反対の対応をされるという問題がある。こういった強制進級、強制卒業問題のため、生徒によっては帰って学校に復帰しにくくなっている。休学期間中に学力が伸びていない場合は、 進級した学年の内容についていこうとすると、家庭や学習塾などでも勉強をしなければならず、帰って不登校以前より疲労することになる。学業不振が原因の不登校の場合は、なおさらそういった問題が大きい。現状では、そういった元不登校者の受け皿は、民間の塾やフリースクールしかない。塾やフリースクールはどんなに設備が充実しているところでも、プール、 校庭、体育館、理科室などはないであろうし、授業料も高いという問題がある。また通常の塾は、学校の生徒の空き時間に合わせて開業しているため、午前中は開いていない場合が多い。このため、なかなか学校の代替となる民間施設はない。こういった状況下で、一度学齢を超過すると復学が困難となるという問題があると、 小中学校段階で不登校になった生徒に対する教育機会が保障できなくなる。なお、学齢超過者が入学できる中学校として有名なものには夜間中学校があるが、地域限定である上、かなり授業時間が省略されており、その上夕方以降に通わなければならないなど、多くの問題があるために、一般の中学校の代替にはなっていない。 文部科学省からの支援もあって、生涯学習の掛け声は高いが、現在は大学や大学院などの高等教育においてのみ適用されている嫌いがあり、高校では高年齢者はあまり入学しておらず、中学校以下はほぼゼロである。不登校による初等教育、前期中等教育未修了者は、学校復帰しようとしても、現状では大多数が前期中等教育を、 修了しないまま高校などの後期、中等教育機関や大学などの高等教育機関に進学する形となっており、基礎的な学習段階を十分に履修しないまま上級学校に行かざるを得なくなっている。また、高校以下の学校においては、同等学校の基礎者の再入学を認めないという取り扱いがなされる場合もあり、以前の卒業校では満足した教育が受けられなかった。 形式的卒業者への対応も求められている。また、外国から日本に移住、帰国した小中学生が日本でも小中学校に通おうとした場合、所属すべき学年よりも高い学年に所属させられてしまう場合がある。ただし、こういった年齢相当学年の考え方が強い小中学校でも外国籍の生徒に対してはその政権が緩い場合もある。 しかし地域による差が強く、年齢が適合せずに拒否される例も多い。2009年春に文部科学省が経済危機に伴う定住外国人子ども緊急支援プランを策定し、都道府県教育委員会に対して年齢相当学年よりも低い学年への編入についての勧告を行った。しかし、岐阜県教育委員会は意向に反して、 外国籍生徒の中学校編入学年を学力に関係なく年齢相当学年にするよう岐阜県内の市町村教育委員会に勧告を行った。ただしその後2009年11月に岐阜県教委は方針を転換し国の方針に従うことにした。こういった現状に対し日弁連は18歳未満の学齢長過外国人も編入するように求めている。 学校の設置者によって年齢主義の度合いが異なるため、花だしい場合は、日本国内同士でも、勉強した際に転出校と転入校で学年が変わってしまう場合、さらには小学校、中学校の垣根を飛び越えてしまう場合もある。小学校から中学校への進学はもちろん、学校内での進級も、本来は科学年の履修が条件であるが、 この場合においてはそのルールが守られていない。年齢主義を基準とした進級、卒業制度を取る以上、そういった学校の卒業生の学力は担保されていないことになる。このため、上級学校への進学を志願する卒業生の中には、本来の家庭修了レベルの学力に達していないまま、半ば強制的に卒業の形で放り出されたものも多く、上級学校によっては、 そういった生徒をも入学させることになる。日本の教育環境においては、学力による選抜試験を行って入学者を決定するのが通例であるため、入学難易度の低い学校には、学力の低い生徒が集まりやすくなる傾向にある。日本では難易度の低い学校に、学力の高い生徒があまり入学しない傾向にあるため、その傾向はますます強まる。こうして、 学校間の生徒の学力格差が広まり、固定化するようになる。この傾向は、小学校、非大都市圏の中学校においては選抜制の学校が少ないためにあまり見られず、学校内における生徒間の学力格差は大きいが、大都市圏の中学校においては、私立中学が多く中学受験が盛んであることから、特に公司間の学校格差が拡大している。また、近年は、 公立中高一貫校の増加に伴い多くの地域で限定的ながら同様な状況が生まれつつある。高校においてはほとんどの学校が選抜制を採用しているため一時期はかなり強固に学力によって進学する高校が振り分けられており学校間格差が非常に大きかった。近年はそういった進学指導は緩和しているが依然として 入学試験の偏差値によるランク付け離されており、難関校、低変更といった固定的なイメージは残存している。ただし、年齢主義の場合であっても、必ずしも学校間格差が大きくなるわけではなく、学校が選抜試験を行わず、一つの学校で多様な学力の生徒に対して適切な教育を施せる体制を整えれば、学校間格差は生じない。実際に、 アメリカ合衆国では高校までも年齢主義的な進級制度をとっている例が多いが多くの高校は選抜制ではないため学校間の学力格差はさほど問題になるほどではないと言われる。統合教育の考え方においては障害を持つ生徒であっても特別支援学校から普通学校の特別支援学級へ特別支援学級から普通学級へと統合するのがベターであるとされる。 そして実際に授業を受けるのに大きな支障がある障害児者でも普通学級で他の生徒と共に教育を受ける例が多くなってきている。これは公立の小中学校においては的確者主義ではなく生徒同士がお互いの違いを認め合うことで人間的な発達を促進させるなどの意図から積極的にハンディキャップを持つ生徒と混じって授業を受けさせる取り組みが行われている。 しかしながら、これは障害児と健常児の統合であるに過ぎず、年齢に差のある健常者同士の統合にはなっていない。本来、重度の発達障害を抱えている生徒を授業に参加させる労力よりも、たった一歳年上である健常な生徒を授業に参加させる労力の方が、はるかに少ないはずである。しかしながら、現実には、年齢相当学年の重度障害児よりも、 学齢を超過している健常者の方がずっと普通学級への大学が困難である。統合教育の本来の考え方から言えば、違いに対する許容が前提であるのだから、重いハンディキャップがある生徒が学校に受け入れられるのであれば、当然異年齢の健康な生徒も受け入れられるはずである。これが実際にはそうなっていない点について、年齢主義と統合教育の間で齟齬が生じている。 障害児を特別支援学校に隔離しようとする動きに対しては人権面で強い非難がなされることもあるが一部自治体で行われている学齢教科者を夜間中学に隔離しようとする動きに対しては一部指揮者を除いてあまり表立って問題視してはいないただし日本における統合教育の取り組みはまだ日が浅く試行錯誤の状況でもあるため 上記の事実は必ずしも統合教育関係者側の問題とも言い切れない。教育基本法、学校教育法、また関連の思考例、思考規則などの教育法規では在学年齢の加減を間接的に規定しているものの上限に関する規定はない。むしろ小学校に15歳まで在学する場合も想定した文言が存在するなど、 ある程度の年齢的な多様性を強要した書き方がされていると読み取るのが自然である。このように年齢主義の要素はこれらの法規からは読み取れない。しかし、児童手当法では長い間、小学校は12歳で卒業するものであるということを前提とした書き方がなされていた。また2010年度に成立した平成22年度における子供手当の支給に関する法律では、 さらに中学校は15歳で、高等学校は18歳で卒業するものであるということが明文化された。このように日本政府の法律同士が祖語をきたしている。条文の詳細は子供手当法に記載がある。なお実際には子供手当法にこのように書かれているからといって、これらの年齢で卒業することを強制されるものではなく、実際にはこれに当てはまらない年齢の在学者も、 大勢いる。ただし、役所の説明文書などのレベルにとどまらず、正式な法律の条文内に、学校の卒業年齢を一律に規定してしまったのは、これらの法律が最初である。以前は、児童手当法での小学校卒業年齢の規定はあったものの、中学校以上での年齢主義を裏付ける記載は全く存在しなかった。なお、 国会などではこれらの在学年齢に関する記述が議題になったことはない。なお、国会議員が全員最低年齢で小中高と卒業したからそういう発想になったわけではなく、民主党の横道隆広衆議院議長自身が16歳で中学校を卒業したという経歴の持ち主である。また高校を卒業していない国会議員も存在する。ただし、 時の政権党であった自民党、民主党は特に公約や政策目標に小中高の在学年齢の確立化を挙げていたわけではなく、むしろ自民党に至っては文教族の町村信孝や川村武雄らによる小中学校の異年齢化容認発言もあり、必ずしも積極的に年齢主義を推進しようとする意欲は感じられない。上記のような法律観で祖語が起きていることについて、 ほとんどのマスメディアでは取り上げていない。以下に述べるように、実例、参考資料、統計、進路情報が不足しているという予約の現状がある。ため、正確なデータに基づく議論がなされることは少ない。家庭主義推進派は、家庭主義のデメリットを十分に考慮しないまま義務、教育機関における、言及留置、飛び級を広く容認しようとする嫌いがあり、一方、 年齢主義検事派は、年齢主義のデメリットは認識しているものの、家庭主義に不慣れのため、結果を十分に想像できず、未知の問題の発生を懸念せざるを得ない。実例の不足日本の小中学校はほぼ例外なく、年齢主義をとっており、家庭主義を基本とする学校は、見つけることが困難である。このため、同一の国家、言語、文化、生活習慣の中での年齢主義と、 家庭主義の優劣の比較が困難な現状であるため、家庭主義の導入を検討する際はフランスなどのはるか遠くのヨーロッパ諸国の例を引き合いに出さざるを得ない。日本では国立学校は新しい試みを行う実験校的な存在であるにもかかわらず、年齢主義が強く入学者の年齢を厳しく制限しており、それぞれ見学の精神に基づいた教育を行っている。 私立学校でさえ、基本的には、年齢主義である。もっとも、学習塾など、学校類似の機関では、家庭主義のようなものも広く行われてはいるが、義務教育学校はほとんど横並びである。明治時代初期には厳格な進級試験があり、小学生の厳給留置がしょっちゅうあったが、その頃に、学校教育を受けた歴史の承認はほとんど、生存していないため、 現在の高齢者も大部分は年齢主義の学校で育った人たちであり、日本国民の中にはほとんど家庭主義の小学校をイメージできる人がいなくなっている。また現在の公立小中学校では、著しい成績不良や出席に数不足の場合であっても、本人や保護者に対して元の学年に留まるかと質問されることはあまりないため、本人や保護者が 言及留置が可能であるということを考える機会すらなく実質的には当事者に言及留置の選択肢が与えられないまま年齢主義で進級している。小中学校にも高校同様に進級判定会議は存在するが実際には進級しない生徒はほとんど存在せず形式的なものになっている。参考資料の不足前述したように こういった方面の教育制度については1947年の学生改革以来約60年間にわたって議論されてこなかったため理解の助けとなる資料はほとんど存在しない。本記事の参考文献を見ればわかるようにごく一部の書籍に2から4ページ書かれていたり大型辞典の中に項目があるだけだったりで本格的に年齢主義と 家庭主義というテーマについて扱っている書籍はおそらく存在しないと思われる。資料の不足については、年齢主義と家庭主義のみならず、義務教育段階における、言及留置や、学齢超過者の修学や、修学猶予と修学免除においても同様であり、詳しく書かれている書籍は存在しないと思われる。また、そういった、 わずかに書かれている書籍ですら多くが絶版で入手が不可能だったり、7から8冊組の時点なので、大型図書館程度でしかお目に書かれなかったりする。このように、いざ家庭主義について調べようにも情報へのアクセスがほとんど不可能であり、それ以前の問題として、年齢主義や家庭主義という言葉を知ることすら困難になっている。このように、小中学校においては、 研究留置が行われるということすら想像することが消極的に不可能となっており、全く心の準備がない状態である。また、書籍のみならず、ウェブサイトでも、家庭主義について、詳しく書かれている場所はまだ存在しないと思われる。フランスなどの諸外国の教育事情を紹介するシーンでは、家庭主義についても説明されているが、日本の教育情報を解説しているサイトでは、 年齢主義が強いという説明は少ない。こういった光が当たらない状態なのは年齢相当学年を外れて在籍することが少数派だからということも大きいが、それだけではない。なぜなら、不登校や外国留学や障害を主題とした書籍、サイトは多数存在し、少数派であるとはいえ、ある程度の認知はされているからである。前述のグループ2に在籍している。 学齢超過者は5万6千人で、不登校生徒13万人と比較しても取り立てて、少数花明けではないが、不登校関連書籍を、日版で検索すると2005年10月現在、不登校で1204件、登校拒否で907件該当し、読み切れないくらい存在するのと比較すると、運例の差である。一方、年齢相当学年を超える、形の飛び級については、 学生改革以降、長く不可能だったにもかかわらず、英才教育を主題にした本でなどある程度書かれている。ただし、高校以下では法律上不可能なので実践論は存在しないと思われる。統計の不足文部科学省による在学年齢の統計がないため国勢調査の大雑把な自己申告データに頼らざるを得ない、日本において年齢主義と 家庭主義の比較を論ずる際のもう一つの大きな問題は、前期中等教育以下の学校での減給留置者数の統計が存在しないことである。このため、人数は重要なデータなのに、ほとんど存在しないということしかわからず、感覚的な判断しかできなくなっている。例えば、中教審事務局の発言によれば、1980年頃までの中学校では、欠席日数が、 年間3分の2を上回ると減給留置になったが2000年頃になるとそういった例は極めて少なくなってきているということが理解できる。しかしこの談話のように単なる感覚的な証言でしか把握できず数値的なデータは乏しい。そのような現状であるため成績不良による減給留置や出席日数不足による減給留置や 海外留学による言及留置などの分類ももちろんなされておらず、ましてそういった生徒たちの言及留置経験後の経過を知ることも困難である。就学猶予と就学免除の統計や、後期中等教育以上の学校での言及留置者数の統計は存在するにもかかわらず、この部分だけ統計が欠落しているのである。なお、公立学校であれば、各教育委員会は、 言及留置の報告を受けることになっているので、政府の指示があれば、集計を開始することは可能な状態である。また、どの学校の大難学年にどのくらいの年齢層の人が所属しているのかという統計も存在しない。文部科学省管轄のデータは、教員の年齢の統計こそあるものの、生徒の年齢の統計は存在しないのである。一応、 総務省統計局管轄の国勢調査による自己申告データであれば、各学校ごとの年齢層がある。程度判明するが、各学年ごとではないという問題。小学校と中学校が一緒に統計されているという問題。特殊教育小学校も一緒に統計されているという問題。9月30日時点の年齢を基準にしているという問題がある。なお、 文部科学省の学校基本調査では、特別支援学校の年齢別在学者数の統計がされており、一切刻みではないものの、学齢超過者などの数値がわかる。また通信制高等学校についても、同様の統計がある。ただし、依然として、小中学校、全日制と定時制の高校のデータはないままである。また国勢調査では、 記入者の回答をそのまま掲載するのが原則であるにもかかわらず7歳以上の幼稚園児、保育園児の数を意図的にゼロにしている可能性が高い。実際、報道や役所の文書などで就学猶予を受けた7歳児が幼稚園に通う例が存在することは明らかである。このように少数派の存在が意識的に抹消されているという問題もある。 進路情報の不足学習者にとっても情報不足は深刻である。日本では教育制度の基礎的な情報は意識的に入手しようとしなければほとんど手に入らず、かなり熱意を持って調べようとしても、特に在学年齢に関する情報は非常に入手困難であるため、ほとんどの人が在学年齢に関して正しい知識を持っていない。そのため、 単なる社会通念と自分の学校体験でしか学校制度に対する認識、判断を持てなくなっている。学校選びの際の判断は、こういった多数派における常識のみで成り立っているような側面があるため、少数派は情報不足に直面してしまい、一般の常識では判断できず、さりとて情報もないため混乱してしまう。例えば、一部の高等学校では、 入学年齢に上限があるということは一般には知られておらず、直接募集要項を読むまでわからない場合が多い。しかしながら、これとは全く逆に、高校は年齢が高いと入学できないという偽情報が誠しやかに語られたりする場合もある。このように正確な情報が不足しているため、正反対の誤った情報が流通しているようなケースもある。 小中学校においてはさらに複雑であり、法律上は在学年齢に上限がないので、高年齢者の入学は認められているものの、実際の運用では、不分率として年齢相当学年を外れる生徒が所属することはあまりない。このように、教育に関する法令や公式資料を読んだだけでは、実際の取り扱いは理解することができない。しかし、 夜間中学校では全員が学齢超過者であるという例もあり、また一部の私立中学校では最低年齢よりも数歳年長でも入学可能であるなどの例もあり、必ずしも年齢主義一辺倒ではない。このように年齢上限が全くないという考え方も誤りであり、また学齢超過者が所属できないという考え方も誤りである。 しかし一般にはそういったことは知られておらず、考える機会すら与えられないまま、ほとんどの学齢超過者は中学校に行こうと考えることはないし、18歳を超えた人が高校に行こうと考えることも少ない。これらのことは書籍や雑誌やウェブサイトでも同じである。一般の受験関連書籍や受験情報誌や受験情報サイトは、 高校までの学校については最低年齢者の受験を前提としており、年齢が高い受験生についてはほとんど触れていない。例えば、もともと高校は高年齢者が入学することを十分に許容している制度であり、社会通年でも高年齢者が在学することは理解されているにもかかわらず、一般的な受験情報媒体には年齢が高いと入学できなくなる場合があるとは、 書かれておらず、最低年齢の受験生を対象にしている媒体なのだということを社会通念で判断するしかない。このように多数排外は情報が著しく不足しているため年齢制限に気づかない場合が多い。また、公立高校でも年齢や中卒後期間によって調査書の取り扱いなどが変わるが、こういったこともほとんどの受験情報媒体には書か,かれず、 教育委員会の公式情報を見たり、各私立高校の募集要項を一行ずつ見たりするしかない。中学受験においては、もはやほとんどの受験情報媒体は高年齢者の受験を無視しており、資料によっては、例外的に一部の中学校の帰国生と入試の受験可能年齢が書かれているくらいである。また、一般的な公立の小中学校においてはさらに、 情報不足が顕著であり、夜間中学や選抜のある併設型中学校では入学可能な年齢、または学歴が明示されていることが多いが、そうではない大多数の無選抜の全日制の中学校や小学校では、学校や教育委員会の公式サイトなどでも入学資格が全く明示されていない場合がほとんどである。これはそれらの学校が 義務教育の実施校としての役割が強いことから学齢簿に登録されている学齢期の子女を自動的に入学させる場合がほとんどであり任意で入学を希望する人を想定していないということも一因である。そして実際に何歳の人が入学可能であるのかは教育委員会の判断を待つしかなく極めて曖昧である。日本の小中学校では戦後60年間にわたって 年齢主義が続いてきたが、必ずしも問題点が指摘されなかったわけではなく、改良していこうという動きも強い。しかし、情報不足欄に記したように、年齢主義以外の制度に対する免疫が存在しない状況では混乱が生じる恐れもあるため、改悪になってしまわないか危惧する声もある。官僚、指揮者の間にも、家庭主義の導入を求める声はある。 町村信孝文部科学大臣は2001年の中教審講演会や教育の論点掲載の文章内で10歳の大学生や20歳の中学生がいても良いとの見解を示した。また河村武雄文部科学大臣は2004年に朝日新聞のインタビューに答え義務教育段階での研究留置は今までほとんど活用されなかったが、 これからはこれについて研究しなければならないとの考えを示した。このように大臣レベルでは年齢主義に反感がないわけではない。しかしながら2005年現在はまだ現実に減給留置が増加したとの報道はない。減給留置の適用拡大にあたってはちょうど少子化の時期であり、教員数、教室数は余裕があるため明治初期のように破綻することはないと言われる。 また、補修や、修熟度別指導などの個別指導の技術についても、明治初期とは比較にならないほど情報が蓄積されており、当時のように破綻する可能性は低い。また前述したように、現給留置が増加しても、税金負担は増えないので、導入による財政負担の増加はないと考えられる。ただし現状では、義務教育期間の終了基準は、 年齢主義になっているものの、無償の義務教育期間を過ぎた、中学生に対しても授業料を徴収していないという例も多いため、この取り扱いを継続するならば、現給留置が増加すると財政面の負担が増えることになるが、過去の指導では、学校の収容能力等の諸事情を考慮してとされているため、学齢生徒と比較すると融通が効くので、一人あたりの税金負担は少ない。 また、言及留置をせずに高等学校に進学した場合と、比較しても、公立高校の授業料も低廉に抑えられているため、学齢超過の中学生から授業料を徴収しないことによる高校生との税金負担の差はあまりない。一方、浮きこぼれ問題もやはり存在するため、1560年間にわたって禁止されていた。 中学校以下の学校での標準年齢者の飛び級に対しては、各界から導入の要請が強いが、上記のマチソン発言のようなダイナミックな飛び級は、まだ不可能である。また飛び入学が可能な大学数は1998年、当初は千葉大学1校だったが、2005年には5校に増加しており、徐々に広まってきてはいるが、特に優れた資質に限定し、 例外的措置とされている。また現在の教育環境では、中学校以下の学校での飛び級のような早期教育に対してはアレルギーが強く、安易に飛び級を認めるとか藤競争が生まれる恐れも強く、ますます受験戦争を低年齢化させるという懸念も強い。減給留置や、就学猶予、学齢超過者の就学については、法律を改正しなくても現場の対応の 変更によって対応可能である。一方、標準年齢者の飛び級や早期修学については、学校教育法などの大々的な改正が必要であるため、減給留置などと比較すると、即座の導入は困難である。このように、2005年現在ではまだ固定的な年齢主義は打破されておらず、新生学校以来長年にわたって続いている。 監修はなかなか打破できていない。それは、学校社会に限らず、企業社会においても、従業員の新卒一括採用制度が根強く、残っている一因もそこにある。しかし、一部の学校では、いろいろな先駆的な試みを始めていることもあり、新しいアプローチがなされることも期待できる。ただ、日本政府は表現にならない部分の変革が鈍いため、 少数派の声のみが取り上げられても大きな動きは望めず、国民全体に影響する問題が生じるか、熱意のある政治家が改革の温度を取る必要があるが、現段階ではそこまでに至っていない。学校教育法一条項ではなく、インターナショナルスクールだが、東京都豊島区のニューインターナショナルスクールという、プレスクールから9年生までの学校では、マルチエイジ教育という名称で、 各クラスに2、3歳年齢が異なる生徒が在籍している。2006年8月に日本弁護士連合会は学齢期に就学することのできなかった人々の教育を受ける権利の保障に関する意見書を発表した。この文書では15歳以上18歳未満の新都日外国人については既存の昼間の小中学校への編入学も許可されるべきであると提言している。 2006年の教育基本法改正では義務教育年限が9年とされていた規定が削除された。これは学校教育法などの会の法律で年限を個別に決定しやすくするためのものであるが現時点では義務教育年限の変更の気配はない。ただしこれによって義務教育年限の周期が延長され高等学校が 義務教育所学校の一角を形成するようになると、公立高校の年齢制限が厳しくなる可能性も、ある。2008年5月には、文部科学省諸島中等教育局メールマガジンに、前川基平大臣官房審議官による年齢主義返帳に対する疑問を提示したコラムが、掲載された。このコラムでは、学齢超過者の入学に対する教育委員会の、 方針の違いの問題にも触れつつ、外国から来日した子供が年齢によって学年が決められたために苦労した話を上げ、不登校だった子供の場合なども含め、機械的な年齢主義は不適切であると批判している。また、読売新聞の記事の中でこれらの問題を学校教育法の年齢主義が原因と断じていることに対し、学校教育法はこの意味では、 年齢主義ではなく、現場の実態が年齢主義であることが問題であるに過ぎないと反論している。町村、河村両大臣に続いて、今回のように官僚からも年齢主義に対する疑問の声が上がっており、議論の雰囲気ができつつある。2010年に中川正春文部科学副大臣は、記者会見で初等中等の教育システムの中に、 いわゆる外国人の子供たちに対する公立学校に入りやすい環境の整備。これは年齢制限が基本的にはあったということですが、弾力的に運用していって、必要な子供たちについての受け入れの幅を広げていくということ、そういうことを進めていこうということですと述べ、外国籍の場合については年齢主義を緩和する方針を示した。2010年現在では、小学校、中学校、 中等教育学校のうち、年齢主義の打破を歌っている学校はまだ存在しないものとみられる。私立中学校などでは、出願資格に年齢上限がない学校も複数あるが、それらの学校でも積極的に年齢多様性を謳っているわけではない。また逆に、年齢主義の堅持を謳っている学校も稀である。あえて主張する必要がないほど、同じ年齢主義の学校が多く、 横並びの状態と言える。学齢超過者の中学校入学に関しては、その重要性を訴える人々も多いが、その中には、夜間中学の増設によって、それを実現しようとする立場の動きもある。こういった主張では、学齢超過者は一般の中学校に入学するのではなく、一般の中学校内に設けられた夜間学級や、 夜間中学専用校に入学するべきであるとしている。それらの運動では、なぜ一般の中学校ではいけないのかについて触れられていない場合も多い。もちろん、法制度上は、夜間中学でも一般の中学校でも学齢超過者の受け入れについて異なることはない。また、教育委員会などの行政組織も夜間中学がある地域では、学齢超過者は一律に 夜間中学に誘導するなどして、昼の中学校から締め出す例も見られる。こういった分離運動に対しては、特に南米系の外国人や、その支援団体からは、不満が出ている。なお、夜間中学の増設を望む声の中には、一般の中学校への入学は断られるから、夜間中学に行くしかないとの前提のものもあり、必ずしもそれらの意見の全てがこういった分離を、 支持しているわけではない。現時点では政府は夜間中学校の増設も一般の中学校の年齢制限緩和も特に打ち出していない。ただし生徒数的には中学校全体の学齢超過者比率は上昇傾向にあり、夜間中学の生徒数は変動が激しいが減少傾向にあるため分離教育の潮流はやや弱まっているとも考えられる。 2009年8月30日の総選挙で民主党が対象し、政権交代が確実となった。民主党は以前より教育関連の政策を発表しており、それらの実施が確実視されている。重要な政策のうち一つは子供手当て制度で、もう一つは高校授業料無償化、就学支援金支給制度である。民主党のマニフェストによると、 子供手当は中学卒業までの子供に対して年間約30万円を支給するとなっており、マスメディアもそのように報道しているが、実際にはマニフェストの説明は正しくない。支給の要件は完全に年齢が基準となっており、中学を卒業していなくても15歳の3月で支給が打ち切られる。また、小学校や中学校に在籍しているかとは、 無関係に支給されるため、マニフェストの中学卒業の語句は全く関係ない。これについては、民主党の広報担当者が電話取材に対して明言している。この部分においても、中学校の卒業は15歳でなければならないという思想が存在する。また、民主党は、高校授業料無償化、就学支援金支給制度を実施しているが、当初の法案では、 公立高校や私立高校に通う20歳までの生徒の保護者に対して授業料相当額を支給するというものであった。20歳という年齢制限があることから、高年齢者が高校に在学することは低年齢者と比較して経済的に負担が大きくなり、この政策は高校生の低年齢化を強める可能性があった。なお、民主党の宣伝や大手マスコミでは、 年齢制限について触れず、すべての生徒が対象であるかのように報道していた。なぜ年齢制限が予定されていたかの理由は不明で、あるが、実際に施行される法律では、年齢制限がなくなり、学校設置者に対する給付に修正された。上記の二つの事例で、いずれも民主党や大手メディアが、その制度に年齢の上限があることについてほとんど明言をすることがないのは、 日本では高年齢の生徒が著しく少ないため、それによって影響される人が限られているからだと考えることもできる。一方、町村信孝、河村雄浦自民党の文教族議員が野党に転落したことで、彼らの主張していた在学年齢自由化や言給留置の適用拡大の検討はひとまず棚上げにされる可能性もある。また、 2010年4月から施行される子ども手当法では、驚くべきことに高校までもが18歳で卒業することを前提とした書き方がなされている。条文には、12歳に達する日以後の最初の3月31日を、経過した児童手当法第3条第1項に規定する児童、との表記があり、児童手当法第3条第1項に規定する児童、とは、 18歳の4月1日の前日までの児童であるからこの文章は小学校は12歳で卒業し高校は18歳で卒業するという意味となる。また中学校は15歳で卒業するという前提の表現も存在する。このように法律の条文にまで高校までが年齢主義によって運営されているのが唯一正しいとするかのような表現が登場している。なお、 今までの児童手当法にも、小学校は12歳で卒業することを前提とした表記はあったが、中学校や高校までも同年齢で卒業すべきとの表現は存在しなかった。このように、民主党の政策には高校まで年齢主義を推進しようとする意向が狙える。この問題については、子ども手当法案年齢と学歴の混同も参照。幼稚園では、 園児の年齢によって年少組、年中組、年長組に分けられており、学年の名付け方からもわかるように、年齢主義である。この段階では、学校的な学習よりも、周囲の人とのコミュニケーションなどの情緒的な内容が重視されるため、年齢で区切るのが自然だと考えられている。ただし、近年は異年齢保育が注目されている。異年齢とは言っても、 この年代では1歳程度の差でもかなり発達度の差があるため効果的なようだ。通える年齢については基本的には就学の式までとなっているが就学猶予を受けた園児は引き続き通う場合もある。前述したように小学校においては中学校、高等学校と同様に進級にあたっては平素の成績を評価とされているため法律上は 家庭主義をとっているとされる。しかし現実的には、年度が変わると、自動的に学年が上がるような形となっており、ほぼ年齢主義での運用になっている。このため、就学猶予や、減給留置が行われることは稀であり、学年を構成するのは、同年齢集団となっている。ただし、異年齢になるケースも稀ながら存在し、例えば病気などのために、長期欠席をした場合や、 被告生徒などのように、日本語の能力に問題がある場合は、所属できる最高学年よりも下の学年に所属する場合もある。また、標準年齢イコール最低年齢であるため、早期教育、ギフテッド教育などを目的として、標準年齢児童が飛び級をすることは不可能であるが、年齢主義による高年齢者に対する強制的な飛び級が行われる場合もある。 また学齢超過者の入学は困難である。年齢主義について、1993年の神戸市立小学校強制進級事件の判決では、以下のように述べられている。神戸地方裁判所このように、神戸地方裁判所の裁判官は、小学校においては同年齢集団に所属することが望ましいとの判断を下した。特筆すべきことは、このケースは学校側が、 言及留置を強要したのではなく、児童の親が出席日数が少ないことを理由として、言及留置を望んだのであり、ほぼ自主的な言及留置と言えるケースだったことである。それでもこういった判決が降りているため、この判決は、かけねなしに年齢主義の強さを示すものと判断できる。この判決の是非はともかく、現代の日本の多くの小学校においては、 判決で指摘されているように、児童が一歳でも年長であると、得意な視線で見られる場合があるのもまた事実である。もちろん、違和感があるのは、その小学校で異年齢の児童が珍しいからであり、その原因は、長年続いてきた年齢主義にあるのだが、やはり社会通念はなかなか変わらないし、現時点では、個々の児童にそういった疎外感を背負わせるのも、また過酷である。 また、小学校の在籍者は、法律用語では、児童と呼ばれることになっており、学校教育法などでは小学校の在学年齢に、上限は設けられてはいないのであるが、この故障自体が小学生は生活場面における未成年者であることを想定しているかのような、用語である。このように、法の制定時は、やはり小学校にはあまり高い年齢の生徒が、 在学しないと考えていたのであろう。29歳で小学3年生になった八木下高一の事例が大きく話題になったのは、これほど大きく年齢が違うのは非常に珍しいという認識があるからである。一方、長期判決とは逆に、公立小学校で6年生2人に対して3月の卒業長期欠席を理由に一時的に保留にした例もあるなど、 必ずしも現場の判断は統一されていない。また小学校に通わずインターナショナルスクールで過ごした生徒が12から13歳の年度になっても公立中学校に入学できない教育委員会の地域もあるなど完全に年齢主義ばかりで運営されているわけではない。また私立小学校においては運営方針によって対応が様々であり学校法人玉川学園では 5年生以降は、学習到達度が不足していれば、研究留置にする場合があると明記しているように、家庭主義をとっている学校もある。ただし、小学校は、修行年限が6年と長く、1年生と6年生では、かなり学習内容、身体発達に差があることも考慮しなければならない。例えば最低年齢の在学者同士の比較では、小1は6歳、 小6は12歳と実に2倍もの開きがある。また、9歳の壁と言われるのを科学的な変化により、前半と後半では各種の差があると考えるべきである。実際、前期の玉川学園 k 1にでは4の4の4生を取っており、5年生から8年生までが中学年と位置づけられている。このため、議論をする際には、小学校はと全学年を一くくりに扱うことは、 避けるべきである。養護学校の小学部では、個別のケースに合わせたカリキュラムを組まざるを得ないため、異年齢、児童が同一学年に在籍している場合も多い。また、都道府県によっては、学齢超過者修学推進事業が行われたりもしているため、ある程度学齢超過者も在学している。盲学校、老学校の小学部においても、ほぼ同様とされる。なお、 法律の条文上は少なくとも15歳まで小学校に在学をしている場合が想定されている。この部分は学齢期終了まで小学校を卒業しなかった場合についての取り扱いを定めたものに過ぎないため、学齢を過ぎてからも在学することを制限するものではない。しかし、ほとんどの小学生の卒業年齢は12歳であり、13歳の卒業生ですらかなり稀なことを見ると、 この規定はほぼ空文化しているかのようである。関連人物この事例は1970年頃の話であるが、学校や教育委員会の高年齢入学者への風当たりがいかに強かったかを物語る。その一方で他の在学者からは忌避されていたわけではないことにも注目すべきである。前述したように、中学校においては小学校、 高等学校と同様に進級にあたっては、平素の成績を評価とされているため、法律上は家庭主義をとっているとされる。しかし現実的には、一般の公立中学校では、年度が変わると、自動的に学年が上がるような形となっており、ほぼ年齢主義での運用になっている。このため、研究留置が行われることは、小学校ほどではないが稀であり、学年を構成するのは、 同年齢集団となっている。ただし、異年齢になるケースも稀ながら存在し、例えば病気などのために長期欠席をした場合や、日本語の能力に問題がある場合の帰国生徒などは、所属できる最高学年よりも下の学年に所属する場合もある。また、標準年齢イコール最低年齢であるため、早期教育、ギフテッド教育などを目的として、 標準年齢生徒が飛び級をすることは不可能であるが、年齢主義による高年齢者に対する強制的な飛び級が行われる場合もある。また学齢超過者の入学はかなり門戸が狭いため、学習権が奪われているとされる。現在は年齢主義の考え方が強いためと不登校生徒数が多いために、法律では不登校を理由とした減給留置はかなり少ないが、 不登校生徒数が少なかった時代は、不登校の場合は、進級や卒業ができずに、研究留置や退学となる場合もあった。例えば1953年には、第3学年の総授業時数の半分以上も、欠席した生徒については、特別の事情のない限り、卒業の認定は与えられないのが普通であろうという、初等中等教育局長回答が出ているが、 これはかなり昔のことであり、現在はこれはただの建前だとされており、ほとんどの例で卒業させている。このように時代によって年齢主義と家庭主義の間を揺れ動いている。現役かつ最年少でないと入学できない私立学校も多い私立中学校においては、必ずしも公立中学校と同様な基準ではなく、基本的には年齢主義の考え方も強いが、 学校によっては家庭主義的な考え方も強く成績次第によっては言及留置となる。例えば私立中高一貫校で中学3年時の成績が悪いと併設高校に内部進学できず言及留置をしなければならないというようなケースもある。また入学時には学力検査を課しかつ12歳であることを条件とするという年齢主義かつ 家庭主義の入学基準を定めている学校が多い。しかし一部の中学校では受験時に13歳以上の志願者や可燃度生の入学を認めている場合もある。このように年齢主義とは言っても1から2歳程度の差は許容する学校も多い。また入学年齢の上限を定めていない年数主義の学校もある。なお、 厳格な年齢主義の学校であっても、下記リンクにあるように多くの学校は、募集要項では明確な年齢制限ではなく、小学校を卒業する見込みのものなどとして、老人不可という形で、出願資格を定めているに過ぎないが、これは、例年の受験生の小学校卒業年齢がほぼ12歳で、あることから事実上の年齢制限と解釈できる。在学中に学齢を超える場合でも、 希望すれば継続在学できる場合もあるが強制的に退学または除籍にされてしまう場合もある一般の中学校は上記のように年齢主義を基本として運営されているが中学校の夜間学級通信教育課程では基本的に学齢超過者のみを対象としているため年齢主義は存在せず また、修熟度別学習が行われており、熱心な教員が多いことも、相まって、生徒の立場を配慮した教育となっている。しかしごく一部の地域にしか存在しないなど、広範囲に行き渡っていない上授業時間、内容は、一般的な公立中学校と比べてかなり、削減されており、必ずしも昼間教育の代替とはなっていない。養護学校の中学部では、 個別のケースに合わせたカリキュラムを組まざるを得ないため、異年齢生徒が同一学年に在籍している場合も多い。また、都道府県によっては、学齢超過者就学推進事業が行われたりもしているため、ある程度学齢超過者も在学している。盲学校、老学校の中学部においても、ほぼ同様とされる。学齢超過者の比率は、地域差はあまりないが、東京では、 夜間中学のためやや高く、沖縄も高い。詳細は、統計の地域差の節を参照。高等学校や高等専門学校においては、小学校、中学校と同様に、学校教育法施行規則により、各学年の家庭の修了または、卒業を認めるにあたっては、生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならないとされており、課程主義をとっている。さらに、 単位制高校でなくても高等学校では単位制を採用しているため単位不足では卒業することができない。このように実際に単位や出席日数が不足すると進級や卒業ができずに減級留置となるなど実質的にも家庭主義をとっている。また入学に際しては入学試験のために不合格となり浪人する場合もある。 しかし実際には中学校卒業者の現役進学率は90%以上に上り、高校では15歳から18歳の生徒が96%程度を占める。中卒者が全員高校に進学するのを当たり前と思い込む、誤った前提がまかり通るようになり、高校に進学していない15から18歳の者が否定的に見られ、 中卒者の就職を困難なものへ至らしめるようになってきた。このように、あたかも高校も義務教育であると決めつける誤った前提に基づく雰囲気から多くの高校では学年を構成するのは同年齢集団となっているため年齢主義的な考え方も結構強い。例えば15歳で高校に入学し18歳で卒業する生徒は一般的であるが、 それよりも一切年上であっただけで、学校によっては、疎外感があったり、入学資格すら失われてしまったりする。そのためこれらの風潮は、新旧判定にも影響を及ぼしており、一般的な高等学校では、なるべく言及留置を出さないように取り扱っている。このように、家庭主義をとってはいるものの年齢主義的な要素もあり、また進級、新旧、 単位取得は容易であるため、現給留置率は0.6%と低く、習得主義というよりも、履修主義に近い形態である。通常は入学できる年齢に上限はないが、特に国立高校や私立高校では、各学校で募集要項を決められるため、独自に最低年齢者以外の入学を断っている場合もある。また、公立高校でも、 名文化はされていないものの可燃度性の入学を断る場合もある。高等学校の主目的は学力を身につけることであるが上記のように家庭主義があまり機能していないことや中卒者による高校への進学率が90%を超過した影響から近年は高校を卒業したというだけではどの程度の学力があるのかがほとんどわからず卒業証書は形外化している。 分数ができない大学生という書籍がベストセラーとなり大学生の学力低下を世に知らしめたがまして高卒であるというだけでは分数の計算が不可能な人もかなりの数存在しておかしくはないこのように高校卒業学歴の形外化が指摘されているため一部の知識人は高等学校の卒業試験の提唱を始めているもちろん難関高校の場合は 底辺高校よりも進級は難しいが、大学と違って高校はあまたいため、どの高校が難関なのかをいちいち覚える人はわずかであり、高校の威信というものはあまり遠隔地では通用しない。なお、近年、単位制高校が増加しており、学年にこだわらない運営が可能になっている。詳しくは、学年制と単位制を参照。また、 高校2年からの飛び入学もあり、年数主義からも脱し始めている。高校の多くは、上記のように、同年齢集団に近くなっているが、年齢階層が若年層に集中していない高校もある、程度存在する。例えば通信制高校、定時制高校は、全日制高校と比較すると、平均的に生徒の年齢層が高く、同一学年は異年齢集団となっており、 年齢主義の要素はほとんど存在しない。これは多くの通信制、定時制高等学校がもともと近隣者を主対象にした学校であるため、中学校卒業後の現役進学者が少ないという特徴があるためである。ただし、高校の多くが全日制家庭であるため、定時制、通信制の年齢層の幅広さは高校全体の統計に現れにくい。なお、 高等専修学校では、可燃度性の比率が多く、年齢主義の風潮は薄い。また、職業能力開発校も、この段階の教育に該当するとされるが、年齢主義はあまり存在しない。ただし、自衛隊学校などでは、年齢の上限はある。都道府県別の高校生の年齢的な傾向は、統計の地域差の不死を参照のこと。部活動によっては、 その活動分野の大会で出場できる年齢の上限があるため本人が所属することを諦めてしまう場合もある。学校外社会における現状の説も参照。大学においてはほぼ完全に家庭主義的な運用がなされており、単位不足によって留年するケースもある程度見られる。また、大学生の多くは18歳から20代前半ではあるものの高校と比べて 年齢的な均一性は少ないので、年齢主義的な雰囲気はほとんどない。すべての大学は単位制をとっているため、単位取得が十分でなければ卒業ができない。しかし、諸外国ほど家庭主義が徹底しているわけではなく、年数主義もとっている。例えば4年生大学はどんなに成績優秀で、あっても2年で卒業することは不可能であり、 また三年次卒業者も数少ない。また一般的な大学では入学試験こそ難しいものの教授による単位認定の難易の差はあるが、諸外国の大学と比較すると、進級や卒業は容易であり、留年者は少数派である。このように通常は在学期間が修行年限と大幅にずれることは少ない。また、 17歳からの飛び入学もごく一部の学校を除いて実施されていない。ただし近年は3年で卒業する早期卒業も徐々に増加しており、年数主義からも脱し始めている。また18歳未満でも正規家庭税以外ならば受講は可能である。ただし、防衛大学校、防衛医科大学校、海上保安大学校、気象大学校、 航空法案大学校の5つの大学校は入学すなわち就職となるため入学年齢に上限がある。また大幅に年齢が高いケースだが2005年には群馬大学医学部に55歳の受験生が高年齢を理由に不合格となったため裁判になったという事件も発生した。他にも一部の私立大学医学部では年齢制限の明記はないが20代であっても 往老生の入学が困難であるとの話もある。また一部の大学では高校2年からの飛び入学を実施しているが、千葉大学や名城大学などでは17歳の高校を2年生に限定しており、18歳以上の場合は受験資格がない。また、高校ほどではないが、やはり卒業の容易さによる卒業生の能力の保障のなさは問題となっている。しかし、 これについては、いわゆるブランド大学の卒業者であれば、信用できるという社会通念はあるが、逆に、学校名社会を生んでいるという問題もある。大学院においては、ほぼ完全に、家庭主義的な運用がなされており、能力主義となっている。また、修行年限も自由である。修士課程から始めることも、博士課程から始めることも可能である。博士課程においては、 学位を取得しなければ終了にはならないなど、習得主義での運用となっている。一般的に外国の高等学校は日本よりも年齢的な制限が緩いと言われる。しかしながら、日本国内の外国留学プログラムでは、18歳までの高校生を主対象にしていて、それ以上の年齢の場合は利用不可能になる場合も多い。このように、 外国留学とはいえ年齢上限がないわけではないことに注意すべきである。例えば外国留学、交換留学プログラムの一つである AFS 日本協会や YFU 日本国際交流財団では応募可能な志願者の青年月日が明記されている。いくつかの業者では不登校などから立ち直るということを謳って海外留学の宣伝をしており、 海外教育コンサルタントなどの名義で書籍を発行したり、留学雑誌に案内が掲載されたりしているが、それらの書籍や雑誌には年齢の上限があることが書かれていない場合もある。しかし実際にはかなり厳格な年齢制限が存在する場合もあるのである。一般的に不登校生徒や形式卒業後も社会参加ができていない青年の場合は、 年齢が高い場合が多いため、最低年齢の現役生ばかりを対象にするプログラムの意味は薄いと言える。なお、日本語の資料では、日本の強固な年齢主義の環境で培われた思考パターンで外国の教育制度を著述しているために語尾をはらんでいる例があるのでよう、注意である。世界的に見ると、フランス、旧ソ連などヨーロッパ諸国は、 家庭主義を基本としている場合が多く、年齢主義を基本としている国の場合も、日本ほど硬直的な運用ではない。ただ、伏線型学校制度をとっているイギリスやドイツでは、早期の選別が敗者への悪影響を与えているという指摘もある。修学率のうち、蘇修学率が準修学率よりかなり高い国家においては、様々な年齢の生徒が在学している。 フランスフランスでは、小学校から家庭主義をとっているため、かなり言給留置が多く、1987年の統計では、小学5年生のうち標準年齢者が60%、高年齢者が37%、低年齢者が2.5%であった。ただし、こういった現状に対しては、国内の意見は必ずしも肯定的なものばかりではない。 また、研究留置を防止するために、補修授業も行われている。一方、義務教育期間の終了基準については、年齢主義をとっており、中学校の家庭を終了していなくても16歳になれば、義務教育期間が終了する。その時、小学生である場合も、大学生である場合もある。フランスの教育も参照。なお、正式には留年ではなく延長であるとの主張もある。 初等教育の荒修学率は104.8%、準修学率は98.94%であり、制度計画上の否定年齢範囲であるものは94.4%である。中等教育の荒修学率は110.59%、準修学率は96.17%であり、制度計画上の否定年齢範囲であるものは86.96%である。 アメリカ合衆国人種のルツボと言われるアメリカ、複雑な事情を抱えている。アメリカ合衆国では、一般的には、能力別学級編成が行われているので、基本は、年齢主義でありながら学力格差による問題がある、程度解消されている。しかし、1970年代頃から、基礎に変えれ運動が広がったため、州によっては新旧、卒業時に、 最低基礎能力検査が実施されている。このように成績によっては進級できない場合もあり、また10代前半で大学に入学するなど、飛び級制度も普及しているため、必ずしも年齢主義のみで運営されているわけではないと言える。またアメリカは州によってかなり教育制度が違うため、一概に論じられない。アメリカの高校は、年齢主義的色彩も強く、20歳以上では、 在学できなくなる学校も多く存在する。飛び級など年齢のしがらみがないと思われがちだが、実際には高年齢在学が困難であることがあり、自由度は必ずしも高くない。英語を話せない移民が多いなど、家庭主義を取ると社会的格差が浮き彫りになるなどの問題があり、様々な配慮が必要とされている状況である。なお、アメリカの高校は、 日本の高校よりもカリキュラムが遅く、そのデメリットを優秀者の飛び級をさせることによって補っていると言われる。アメリカ合衆国の教育も参照。歴史的には19世紀末までは家庭主義が一般的であり、20世紀前半には進歩主義教育運動の影響で年齢主義が一般的になった。特に、 ニューヨーク市やフィラデルフィア市では1940年代以来100%新旧の方針を採用していた。しかし1980年代頃に教育改革運動があり、上の漁師でもその年代に22%の減給留置者を出した。なお、学年別の平均年齢の標準偏差は1918年には、 1>, 1から9年生において11.8から16.6であるのに対し、1952年には6.8から9.6と狭くなっている。なお、この2回の調査の学年の平均年齢はそれほど変わっておらず、52年の方が6ヶ月から1年程度若くなったに過ぎない。このように、20世紀前半には同学年同年齢に近づいていく傾向が見られる。 また20世紀初頭は、グレード1に4歳から18歳までの在籍者がいたことも明らかとなっている。なお当時のコモンスクールは21歳まで在学できるとの規定が多かった。2000年頃から各地で社会的進級に対する反対から、小学校への家庭主義の積極導入が行われており、一方で落ちこぼれを作らないよう、 サマースクールが開かれるなどの対策も行われている。ただし、社会的進級の廃止により悪影響が現れたという失敗例もある。2003年の国勢調査では、グレードごとの在学者の年齢の統計が存在する。それによれば、グレード1などの低グレードにおいても、少数派とはいえ同グレードに、約5歳幅の異なる年齢の在籍者がいることが、わかる。 またグレード7以上においては、18歳以上の生徒も、おり、65歳以上の生徒も3000人いることが、わかる。特に最終のグレード12では、40代くらいまである、程度在籍者が存在する。また飛び級もある程度盛んで、15歳の高卒者は33万人、15歳で、大学に在学している例も数千人見られる。 また高等教育のイヤー後に所属している15歳の人も3000人いるなど、極めて能力主義的な側面もある。初等教育の荒修学率は98.98% 98、準修学率は92.41%であり、制度計画上の否定年齢範囲であるものは93.36%である。中等教育の荒修学率はーセント。 順修学率は89.34%であり、制度計画上の否定年齢範囲であるものは94.36%である。カナダ・カナダでは初等教育の同年齢度は日本並みに極めて高いが、グレード9から12については必ずしも同年齢度が強いわけではなく、ある程度は異年齢者がいる。カナダの教育も参照。 初等教育の荒修学率は100.19%、準修学率は99.5%であり、制度計画上の否定年齢範囲であるものは99.31%で、ある。中等教育の荒修学率は108.53%、準修学率は94.11%であり、制度計画上の否定年齢範囲であるものは86.71%で、ある。 ドイツドイツでは義務教育段階でも小学1年を除いて減給留置が多く日本の中等教育学校や併設型中高一貫校に相当するギムナジウムでは毎年5から10%の減給留置生徒が出る。また就学年齢も弾力化されている。就学校段階で生徒の能力適性によって進学型のギムナジウム中間型のレアル修例 職業教育型のハウプト修練に分かれるという伏線型学校制度となっているため学業が苦手な生徒でも進学することは一応可能である学齢成熟の考え方があることから小学校の修学時期には幅を持たせているドイツの教育も参照初等教育の荒修学率は男女とも103% 準守学率は男女とも98%であり、制度計画上の否定年齢範囲であるものは95.14%である。 中等教育の荒修学率は100.29%、純修学率は不明である。ブラジル・ブラジルでは他のラテン・アメリカ諸国と同様に修得主義が強く年齢主義の色彩は薄い。このため、日本に出稼ぎに来るブラジル人労働者の子が日本の学校の年齢主義に直面して戸惑うケースも散見される。さらに言葉の問題も加味して不修学となるケースも見られる。 14歳では76%が減給留置経験者である。一応、1999年には初等教育前期4年間について学力評価による減給留置が禁止されたため、留年はある程度減少した。しかし2000年時点では、新旧率はさほど高くなったとは言えず、また広い国であるために地域による差も大きく、北東部では 初等教育における制度計画否定年齢以外の在学者が6割程度であるもののサンパウロ州においては2割程度である20歳で小学校に入学した例もあるブラジルの教育も参照初等教育の荒修学率は140.96%準修学率は92.93%であり制度計画上の否定年齢範囲であるものは65.92%で ある。中等教育の荒修学率は102.03%、純修学率は75.67%であり、制度計画上の否定年齢範囲であるものは74.16%である。オーストラリアオーストラリアでは、下記のように中等教育段階に広い年齢層の人が在学していると推測される。このレベルの数値は先進国ではかなり珍しい。 オーストラリアの教育も参照。初等教育の荒修学率は102.83%、準修学率は95.75%であり、制度計画上の否定年齢範囲であるものは93.11%である。中等教育の荒修学率は148.56%、準修学率は85.49%であり、 制度計画上の否定年齢範囲であるものは57.54%である。シンガポールシンガポールでは英才教育志向が強く、初等教育段階から能力によって進むコースが異なっている。小学校は3年までは、減給留置はなく、それ以降は小学校卒業試験に合格しなければ13歳までは、減給留置が可能である。 シンガポールの教育も参照。大韓民国大韓民国では、小学校での減給留置は存在しないが、飛び級は稀に存在する。大韓民国の教育も参照。初等教育の荒修学率は104.79%、準修学率は99.37%であり、制度計画上の否定年齢範囲であるものは94.82%である。 中等教育の荒修学率は92.9%、純修学率は90.44%であり、制度計画上の否定年齢範囲であるものは97.35%である。中華人民共和国中華人民共和国では、農村と都市部で在学年齢が異なる傾向もあり、日本に移住した児童が日本の学校の学年と合わないまま編入させられる場合が多く、 問題になっている。学齢は6歳からとなっているが、2006年には5歳以下の小学生が50万人おり、中には5歳で小学6年生のレースらあったほど、法と実態が乖離している。中華人民共和国の教育も参照。初等教育の荒修学率は男性112%、女性111%、純修学率は男女とも100%であり、 制度計画上の否定年齢範囲であるものは89.68%である。中等教育の荒修学率は72.53%、準修学率は不明である。世界と地域サブサハラと南アジアの在学年齢はこのファイルの3ページ目のフィギュアごとフィギュア6を参照。どちらも同グレードに数歳幅の在籍者がいることがわかる。特に サブサハラの場合、高いグレードになるにつれて、年齢幅は広くなる傾向がある。世界の初等教育の荒修学率は、男性108%、女性103%、準修学率は、男性90%、女性87%であり、制度計画上の否定年齢範囲であるものは83.88%である。中等教育の荒修学率は、 男性68%、女性64%、純修学率は男性61%、女性60%であり、制度計画上の否定年齢範囲であるものは91.66%である。中等教育の方が否定年齢範囲率が高いのは以下の理由によるものと考えられる。このため、中等教育の修学者は、 初等教育の就学者よりも先進国の人の占める割合が大きくなり、先進国の内容が数値に現れやすくなる。つまり、初等教育よりも中等教育の方が規定年齢範囲率が高い国が多いということではなく、実際には初等教育の方が規定年齢範囲率が高い国が多いと思われる。共通開発途上国における学校制度は家庭主義かつ、 年数主義である場合が多い。これらの国では、低年齢労働者も多く、また成人非識字者も多いため、年齢主義での運用を行うと、ごく一部の人しか教育を受けられなくなってしまう。主体な教育では、年齢主義をとっており、各年齢ごとに教育内容が決められている。モンテッソーリー教育では、3歳の幅がある、異年齢混合のクラスを編成する。 日本の一条学校は全日制がほとんどであり各国の中でも1日の在校時間が長い方である。先進国においても日本における半日授業並みの授業時間の小学校システムとなっているところも見られる。このため日本の学校は家庭教育や社会教育が行うべき部分を肩代わりしている傾向が強い。ただし各家族か 共働き化が進んでいるため、家庭で十分に教育が行えるとは限らず、こうしたシステムは必ずしもマイナス面ばかりではない。多くの国の大学は、習得主義、家庭主義をとっており、進級、卒業が難しい。また、大学受験がない国もある。一般的に学生の年齢層は日本より高い。ただし、徴兵制の観点から、男子学生の年齢層が一定の幅に、 集中している場合もある。なお、英語圏では高年齢生と学生のことをマチュアスチューデントと呼ぶ。マチュアを直訳すると成熟、円熟であるが、大学の場合は25歳程度でもこの語が使われる。このように、一定年齢以上の在学者を呼び分ける語がある通り、学生は年少者がなるものという通念はゼロではない。なお、これは年齢のみに着目した。 単語なので社会人学生とは意味が異なる。図書館や博物館などの社会教育施設は学習者の年齢に縛られない。学習塾や予備校などにおいては年齢主義を取るか家庭主義を取るかはまちまちであるが、一般的には家庭主義となじみやすい。なぜならば学習塾は学力を身につけることを目的としたものであるため年齢主義を取ると、 学力的にばらつきがある集団を教授せざるを得ず、学力上昇の目的が達成できないからである。例えば公文式においては、年齢が何歳であろうと自分に合ったカリキュラムを受ける。こういった特徴があるため、学習塾での教育は、一般的な学校教育よりも、修熟度に合った教育を受けられるとされている。しかし、一部の塾においては、5年生クラスなど、 学校の学年を基準として学級を編成しており、この方式では例外的に上学年、下学年に所属する場合はあるものの、基本的には学校の学年によって所属する教室が決まる。例えば中学進学塾の日農研では学校の学年に応じたクラス編成となっている。これは小学6年生の2月頃に行われる。 中学受験に合格するという目的があるからであり、目標到達までの時間が確定しているためであろう。もっとも、単純に学校の学年に合わせただけのクラス編成では、熟成間の学力格差が大きすぎるので、同じ学年内でも学力別のクラス編成となっており、学力の変動によっては、頻繁にクラス替えをする。こういった小中学校の学年によって、 クラスが決まる塾は一般の小中学校の学年が年齢主義なので塾の学級編成も年齢主義だということもできるが逆に学校の学年という過程によって編成をしているので家庭主義だということもできる。一方通信教育や書店販売の教材による読習は他生徒との触れ合いがないため何年生用などと銘打ってあっても使用者が 自分に合った学年の教材を使用することが容易である。このため、自分の学年や年齢にこだわらない限りは、家庭主義と言えよう。ただし、教科書準拠の教材の場合は、通学中の学校の学年と合わない場合は、問題となってしまう。ただ、やはり高校以下の学校用の補助教材については、上記のように、高校以下は、年齢主義的な色彩もあるため、一部の出版社は、 年齢が高い顧客を想定しておらず、例えばインターネット上で購入する際に年齢選択欄に19歳以上がないなどの例も見受けられる。高校野球やその他のスポーツ大会では年齢制限が厳しい上中卒者には同様のイベントに出場する機会が提供されない。日本では学校教育と直接関係ない場面でも学校と同様に年齢主義があったり、 中学校を卒業すれば、全員が高校に進学するという誤った前提に基づき、高校が義務教育と誤認する家庭主義の考え方があり、中卒者及び自治体学者の事情をほとんど考慮していない。このため、自分の年齢では少数派の学年に所属している場合、または高校に進学していない場合、特に中卒を理由に予測できない制限や不利益を受ける。 場合がある。例えば、学校の在学生のみを対象にしたイベントやサービスには、学校の年齢主義や家庭主義が影響しており、高校の非進学者には、各種イベントへの出場資格や、学生割引などが与えられない。小中学生の段階から活動を始めた、芸能人やスポーツ選手が中学校を卒業した場合、高校に進学し、かつ卒業しなければ、 プロ活動は、ほぼ不可能になるため、高校で学業に励みながら兼任することが、暗黙の了解となっている。芸能界は、学歴より実力が重視されることや、芸能活動を禁止している高校もあるため、あえて進学せず活動している、芸能人も少数存在するが、やはり進学しないと、異端の目で見られる懸念があるため、学業に励みつつ空き時間に、 芸能活動も行う芸能人もいる。高校の在学者のみを対象としたスポーツ大会や日本数学オリンピック、日本テレビの全国高等学校クイズ選手権などのコンテストも最低年齢より数歳年齢が高いと出場資格がなくなるし、ソフトウェアのアカデミックパッケージの利用にも高校生であることと年齢の上限を課し、中卒を対象外としている場合もある。 このように学校教育とは直接関係ない場面であっても、高校以下の学校が年齢主義で運営されていることや、中卒者が全員高校に進学していることを暗黙の前提としている場合があり、学校外においても年齢主義と家庭主義の影響が存在している。これについては可燃度性でも衝述している。逆に、 学校の在学生であることによって身分制限がある場合もある。例えば2005年までは学生、生徒は競馬の馬券を購入をすることを禁止されていた。また、R15 指定の映画の鑑賞は年齢制限をクリアしている15歳以上でも中学生、高校生の場合は入場が禁止される。また、十八歳以上から利用できるサービスでも高校生や 大学生であることにより、風紀上の理由で禁止される、サービスなども存在する。こういった、在学生であることや、中卒であることによる制限は、厳密には、教育過程についての考え方ではないため、家庭主義と呼ぶことは、異論もあろうが、年齢基準により、学校種や学歴を基準とした制度であるため、学校外社会においても、家庭主義の存在が影響しているとも言える。 しかし、こういった考え方に対しては、それらの学生、生徒が退学したら、その瞬間からそれらのサービスを受けることに対して、適正が生まれるのであろうかという疑問も生ずる。実際、2005年の改正刑馬法では、学生、生徒の馬券購入、譲り受け禁止は撤廃され、禁止対象は20歳未満のみに緩和された経緯がある。大学などであっても、 高年齢だと奨学金や留学制度などが使えない場合がある。また、一部の企業では入社の時期ではなく、年齢によって給料が決まっている場合もある。また、学校卒業者の新規採用では、浪人経験者など年齢が高い応募者は受け付けない企業もある。これらは、新卒一括採用制度という、日本型採用システムそのものも含めて、企業社会における、 年齢主義と言える。本来、年功序列制や新卒一括採用制のないアメリカなどでは、高年齢を理由に就職を断ることは禁止されているが、日本では国家公務員試験や公立学校の教員採用試験でも年齢の加減、上限が定められている。学校制度と本来的に無関係な場面においてすら、年齢主義と十五から十八歳の 中卒者イコール高校に進学しているという誤った前提に基づき家庭主義の思想に裏打ちされた表現が随所に見られる。例えば公的機関の説明文書でも小中学校や場合によっては高校も年齢主義によって運用されていることを前提としているものがある。例えば児童手当の説明文ではこのように 小学校3年生までと学年基準で書かれているが、実際には小学校の学年が何年であっても、年齢によって受給資格が決まる。また、2010年から始まる子ども手当に関するリーフレットでは、支給できる年齢の上限を明記せず、中学卒業までと表記しているが、実際には学歴は関係なく15歳の4月1日の前日で打ち切られる。また、 厚生労働省と文部科学省の共同作成した予防接種のパンフレットにおいても、中1、高3の年齢の皆さんも、いや、中学1年生と高校3年生に相当する年齢のものと表記しており、中学のみならず、高校までも同学年同年齢であるかのような表現がなされている。実際には予防接種は学年ごとではなく、 特定年齢を対象にしたものであるが、このパンフレットにはその説明がない。また、ここで言う、高3の年齢とは17から18歳頃のことだが、この年齢であれば、全員が高校に通っていると決めつける誤った前提に基づく表現であり、高校の非進学者の事情を考慮していない。人間の進級時期は、機械寿命のように一定なのか 学校制度と無関係な薬学部門でも、学校の年齢主義に影響された表現が存在し、例えばライオンの市販薬小中学生用ストッパのように、5から14歳を対象としているものに、対象中学生用という表現を用いる例がある。また、学士保険も、満期年齢を最低在学年齢に固定する場合が、多く見られ、顧客全員が同一年齢で学校を卒業する。 ことを前提とした商品作りとなっている。ディズニーランドのチケット料金においても、十人12から17歳という年齢と学校段階が同一視された表現があり、19歳以上の中高生や高校の非進学者はいくらになるのか問い合わせなければわからない形となっている。パナソニック製のある電球型蛍光灯の広告では、 三万時間の寿命があることについて、毎日十時間点灯しても8年2ヶ月と20日間、誕生した子供が小学3年生になるまでの実に長い寿命であると歌い、生まれてから小学3年生になるまでの期間が全員同じであるかのような印象を抱かせるものとなっている。 2010年に検討された東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案では、漫画などの創作作品に登場する、非実在青少年が18歳未満であるかどうかの判断基準として、年齢または、服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示、または音声による描写から18歳未満として、 表現されていると認識されるものとの条文を設け、この部分に関する質疑に対し、ランドセルや制服、教室などが明らかに描写されている場合は、18歳未満と判断される。少女のように見えても、そうした点が表現されていなければ、18歳未満とはされないと回答している。このように、小、中高生イコール18歳未満との見方を推進している。 ありがとうございます。